はい、皆さんこんばんは、原博美でございます。今日はこれから新しい試みで、昔の試合を振り返って、当時出場した選手たちと一緒にこう試合を見たいと思います。はい、どうなるかよく分かりません。よろしくお願いします。原さんこんばんは。はい、こんばんは。始まりましたね。なんかどうなるかちょっとね、よくわかんないけど、素晴らしいゲストがいっぱいいるから、そのゲストの人たちがいろんな話をしてくれるんじゃないかなっていうふうに楽しみにしています。はい。はい、で、今日なんですけども、Jリーグ TV の生配信ということで、はい。おうちで J リーグ。原さんと一緒におうちで J リーグという企画です。まあ、今あんまり出にくいしね。はい、で、まあ、J リーグちょうど今はやってないから、はい、普通土曜日で言えばこの時間帯からね、夜の試合もある時間だから、はい、今やってないけど、昔のすごくいい試合を見て、みんなとこう盛り上がりたいっていうかね、うん、っていうふうには思ってるんだけど。はい。で、うん、今日19時からダゾーンで配信される2003年の横浜 F ・マリノス対ジュビロ磐田の試合を、はい、みんなで一緒にダゾーンで見たいと思ってます。劇的な試合ね。そう、劇的な試合。あ、盛り上がりたい。で、今日この YouTube 見てくださってる人たちも、はい、一緒にダゾーンを開いてもらって、はい、その試合を一緒に見て、うん、で、この YouTube も見てもらうと、そのダゾーンの視聴がより楽しくなると思いますので。うん、はい、ダゾーンとこっちを、まあどうなるかね。はい。うん、いうことです。で、今日、はい、なんと、すごい豪華なメンバーのゲストに今日来てもらってます。ねえ。はい。まあ、こういう時じゃないと集まんないメンバーだね。いや、本当ですね。こういう時期だから、皆さんこう、集まることができたっていう。はい。そういうメリットはあったかもね。はい。うん。じゃあ、当時試合に出場されていた方々に来ていただいてます、はい、今日は。はい。はい、で、その方々と一緒に、自由気ままにトークをしながら、ダゾーンを見て、この YouTube を見てもらいたいと思ってます。はい。はい、一緒に楽しんでもらえるのね。はい。はい。はい、じゃあ、紹介してください。早速登場していただきたいですね。もういいですか、僕振っちゃって。ああ、いいんじゃない、もう登場してます。はい。はいあ、はい、じゃあ、ゲストの皆さん、ご登場ください。お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんお忙しい中を。いやいや、忙しくます家に自宅待機してます。仕事みんな家からだけど、なんかたっちゃんは塩作ってんの？塩作ってます。ぼちぼち。一人仕事してるやん。なんか家の感じがすごくリラックスした感じで、いい感じだね。まあ、いつもリラックスしてっか。そうですね。今、活動が自粛なんで、なかなかね、動けないんで、リラックスしちゃってます。まこっちゃん、まこっちゃんは今さ、はい。ジュビロではどこの担当？今強化のスカウトをやってます。あ、スカウト。あれ、去年まではトップのコーチをやってたんですよ。そうだよね。はい。で、今年からスカウトで学生さんを見に2月3月は行ってたんですけど。で、今は行けない。そうですね。もうどこも活動を自粛してしまったので、自宅で。映像なんか昔のこうビデオで見たりとかそういうのあるの？昔の映像を見て、ね、今ダゾーンさんでいろいろやってるんで、そういうのを過去の映像を見たり、この間もね、2002年のちょうど完全優勝したジュビロ対ベルディを福西がゴールした後、うん、見た家族でそうか、そんな感じで過ごしてます。はい、よろしくお願いします。で、福西さん、福は元気？元気です。あまりいろんなとこ行けないから大変だよね。そうですね。で、原さんもでも会議ばっかりで大変じゃないですか。会議多いね。このズームありがたいんだけど、結構このズームで、まあでも逆に言うと、なんだろう、今まであんまりこう、
あの実行委員会とか、あの臨時の理事会なんかも割と早めにできるのと、まあ、あの、デリーグ内でもいろんな人とコミュニケーション普段よりしてるかもね。ズームでね。はいはい。いろいろ話せるって言えば話せるかな。那須はどうなの？ YouTuber は。先日ありがとうございます。活躍か。昨日とかはずっと動画撮ってて、7本ぐらい撮ってました。こんなに撮ってんだ。まあ、ストックがちょっとなくなってきてたんで。うん。はい。昨日は結構もう1日がかりで、終わったのが11時半ぐらいでした、撮影が。それはやっぱりこういうズームでやっぱり今は撮るしかないよね。はい、それもやってますし、個人でもやってますし。あ、そうなんだ。はい。なんかいろんな角度で、また家でしかできないやつを、ちょっと新しいやつを提供しようと思ってて。ああ、そうか。はい。今日はナスがいるからうまく仕切ってね。もうナスさんにお任せしますよ。こういうの仕切ると上手だから。服もいるしさ。はいはい。あと、まあ、タツがちょっと心配だけど、タツはなんとかやってくれると思うんで、もう皆さんが当時の試合をこう振り返ってね、なんかこういう状況だからさ、あの昔の試合よく見れるから、それはそれで、うん、あの皆さんのプレーとか、あ、こんな時あったよねって、むしろ今より昔の方が覚えてるねっていう、昔の試合の方が。うん、まあ、この試合なんかもそうだけど、それあるよね。そうですね。うん、ただ、昔の試合見てると、うわ、画像が荒いなとかって、やっぱり思いますけどね。まあ、それはそうだね。まあ、すごい綺麗だから。それはそうだ。若いな、ね。そういう意味では、うん、どんどん良くなってるからね、今はね。もう、どうなんだろう、今日。どうなの？当時の試合こそってよく覚えてんの？皆さんは。いや、今回の試合は覚えてますね。覚えてるよね。だったんで、はい。原さん。あの、今日ゲストの方、もう一人実はいて。誰？あの、当時、ジュビロで出場されていて、まだ現役の前田良一選手。え、近く？前田良一選手はですね、お子さんの子守があるので、はい、この後、8時ぐらい、夜8時ぐらいから、登場します。あ、そうなんだ。はい。まだ現役で頑張ってるもんね。そうですね。なんかもうちょっと面白い、こう本当に子守だと思うんですけど、はい、もうちょっと面白いこう理由があった方が良かったですね。なんかね、8時後半から出るって、まあ、あえて途中から出てきたいのかな。いや、トレーニングしてるんじゃないですか、まだ。あ、トレーニングしてるか。そのうち、ね、トレーニングしてる。そのうち練習してて忘れちゃいそうだな。あの途中から後で参加されるっていう。じゃあ、あんまり期待しないでおきます。はい。はい。服がね、領域を引き出してくれるから大丈夫でしょう。喋らさないといけないですね。うん、前田さんってあんまり喋らないんですか？喋らないです。喋らないね。あ、でも、あんまり同級生だっけ？同級生です。あ、じゃあいいや、ナス。大丈夫じゃん。はい、もう全然。でも、無理やり、こう、なんですか。交渉しないと喋れないです。交渉ってじゃあ事前にもう電話しとけばいいじゃん。あ、一回しときました。あ、明日？はい、夕方に。あ、じゃあもう準備はできてるね。あ、ありがとうございます。それは。はい、いや、でもちょうど寝起きだったんで、ちょっと機嫌悪かったんで。ああ。前田隆一ってなんか代表の時とかさ、もうみんな練習終わって帰るよって言ってもなんか、うん、ダウンのジョギングをいつもずっとしてたイメージはあるんだけど、ジュビロの時からもそういう感じ？もう毎日だらだら靴、ね、スパイク脱いで靴下。そうだよね。はい、もう毎日。あれはその時からずっとそうなんだ。はい、昔からです。もうあの、どっか。蹴ってからだね。ああ、そうか。蹴らしてからなんか終わった後にジョギングをゆっくりするようになったイメージありますね。ああ、そのクーリングダウンをしっかりするっていう感じで。はい、しっかりするっていう。そのケアは、やっぱりルーティンは、もう続けてるんじゃないですかね。タツなんかそういうことをやってたの？終わってからクーリングダウンするとか、そういうのやってなさそうだよね。やっとったよな、ナス。タツさん、あの、僕まで入ってからは、めちゃめちゃこだわり強かったですよ。あ、そうなんだ。トレーニングとかも、めちゃストイックにやられてましたし、もうそのイメージしかないですもん、僕は。そうなんだ。崩れちゃうじゃん、キャラが。俺、見たことない。覚えてねえな、俺も。覚えててください。
まあ、やっぱり真面目だからそこまでのね、やっぱり力があったんだね。タツ？タツは。タツ真面目？ん？待ってる。タツは真面目か。なんかギリギリに練習来てそそくさと帰ってるっていうイメージなんだけど、代表でも。なんかすごい練習、マリノスでは筋トレしてたじゃないですか、よくタツさん、すぐ痩せるけんね。はい、もうそのイメージがめっちゃ強いですよ。ああ、なんかやっぱフォワードの方ってエゴイストじゃないですか、いい意味で。いや、ディフェンスもエゴイストだけど。いや、でも服以外はエゴイストだと思うんです。いや周りに気が使えるエゴイストが多いと思うんですよ、エゴイストでも。ストライカーって周りに気使うというより決めればいいので、自分中心って感じですね。そうですね、だから自分中心に勝てば、あのやれば結果が残るじゃないですか、確かに自分の形があればね。そうです。でディフェンスはエゴイストで結局いっちゃうと、あの周りが周りとのうまくこう調和が取れないと。確かにね、はい、だから両一にしてもあのエゴイストじゃないですか、あれこだわりが強いじゃないですか。うん、でタツさんもそうじゃないですか。で原さんもそうってことだね。そう俺もそうだよ。選手の時は、まあ、選手の時は特にそうかもね、やっぱりね、なんかね、あの当時はじゃあ原さん結構個性の強い人たちもたくさんいたじゃないですか。なんかいたね。もうそういうみんなで話し合うとかってあんまりなかったんですか。あんまりなんか話し合うもわしゃこうとか、まあ和志とかだしそうだね、和志もそうだし水沼もああ見えてそうだしね、みんなそうだね、柱谷のあんちゃんとかもさ、みんな個性やっぱり強いっすね。強いよね。まあやっぱりちょっと指導者になって、まあ指導者もこだわり強いんだけど、あの指導者終わったり、あのね、解説やったりするとちょっと人が変わったようにあれだけど、うん、監督とか指導者になるとね、誠もそうでしょ、指導者は指導者でまた大変だよな。まあでも監督とまたコーチの立場が違うなっていうのをね、今回感じましたので、ね、まあ、原さんで監督やられて、また監督の立場とコーチの立場がやっぱり違うんで、まあ、監督は大変そうだと思うし、英語がないとどうしてもね、周りもついてこないっていうのもあると思うんで、なんかコーチはなんかバランスをとってなんか動いてるって感じですね。まあでも監督は責任取ってクビだなと思いながらやれるところもあるし、それがある、ね、まあ、あるけどな。まあでも福野もね、監督やってまた やりたくなってんじゃないの。そうですね、アマチュアですけど、なんかプロとアマチュアの差っていうのを勉強させてもらったし、だからこそなんかプロの選手をしっかり教えていきたいなっていうのもやっぱ思いは出てきたんで。多分去年あれ何月だっけ、ああいうとこやったっていうのはすごい財産になるよね。そうですね、はい、勉強になりました。だから本当だったらまたこういうシーズンが普通に動いたらさ、もうある面今頃こう成績がいいチームだったり悪かったり、あのチームどうだとかって言うけど、今年は動いてないからさ、ね、あの大変だよね、皆さんもね。そうですね、解説やってる人もなかなか番、あのね、放送はできないから、うん、まあちょっと今辛抱して、みんな家にいんの、ちゃんと。いますね。トレーニングって、もう一人でトレーニングってやっぱ結構しんどいっすね。きついね。はい。少し歩道はやらないですけど、刺激を与えとかないと。なんか今各クラブ、あのこのやっぱりこうウェブでこうトレーナーが配信して、で各自もあるんだけど、一応同じ時間にそれ見ながらやってみたりとか、いろいろ工夫しだしてるのはしだしてるね。そうですね、誰かに見られてる方がやっぱり元気。そうだよね、やる気やっぱりみんなで一緒にやってると、なんかこう頑張るみたいな感じはやっぱあるのはあるよね。そうですね、はい、それ工夫は増えてきてると思いますけどね。で選手のメンタルは大変だと思いますね。大変だな。だからいつからって我々もなんか最初は2週間ごとにこうスケジュール細かく決めて日程まで全部やったんだけど、まあ、ちょっと今のところはもうやっぱり6月っていうぐらいしか今のところ言えなくて、ただ毎日の情報見ながらね、あの決めていくしかないんだろうと思いつつ、また次のなかなかっていうのは原さんいつになるんですか。一応今シミュレーションで、あの当然前は2週間ごとだったけど、今まあ最初にやるとすれば6月、はい、で次はまた2週間単位っていうよりもむしろ7月、
はい、8月とか、そういう場合のこのシミュレーションは、これをこうしないといけないねとか、あと今は、皆さんご存知のように、その ACL とか、うん、ACL が国内リーグ以上にちょっとやりにくいじゃない？でも6月までは ACL も止まっている。多分7月、8月も、もしかしたら難しい。特に国をまたいでいくのは余計難しいよね。国内リーグはなんとかやれたとしても、だからそれとか、あとは代表戦も、今言ってるように、代表戦が難しいんじゃないかって、この、やっぱり国をまたいだり、移動がこう、国の移動がいっぱい入るから、だからそういうのを睨みながら、じゃあこういうふうになったら、このインターナショナルマッチウィークがなくなれば、こういうふうに使えるねとか、ACL もなくなれば、そこにリーグ戦をこうやって入れられるねとかっていう、いろいろなシミュレーションをこうしているとかっていう、そういう打ち合わせとか、クラブとのやり取りが結構大変は大変だね、今ね。じゃあ、オリンピックが延期になったことで、そこのスケジュールは使えるようになってるんですか？もともと、J2 とか J3 はオリンピックのとこもある程度、期間中だけ開けたけど、その前後はもう入れてたんだけど、はい、もう4月とか、5月スタートになった時から、もうオリンピックのとこは使わざるを得なかった。J1 にしても。もうそこ入れないと入んないっていうか。うんただ、前もって、その、なんだろう。ほら、降格なし、昇格ありにしたから、もう不公平でもやってねっていう話で、なんとか今年はリーグ戦を消化しようっていうので、まあ、オリンピック期間中も、オリンピックに行っていない人でもうやるとかっていうふうに割り切ってはいたんだけど、はい、まあ、なくなっちゃったから、うん、まあ、より使いやすくなったのは確かなのと、スタジアムも、ほら、使わなくなったじゃん。と、うん、アジスタであったりとか、埼玉スタジアムとか札幌とか。だからこう、過去は楽になったんだけど、まあむしろこのコロナの問題で、スタジアムにやっぱお客さん入れることがそこら辺までにできるかどうかっていうのを、今いろんなことをこう、情報をね、収集しながらなんだけど。原さん。はい。今日は今夕食の時間帯じゃないですか。ああ、そうだね。はい。で、みんなでご飯食べながらとか飲みながらとか。はいはい。しながら、この YouTube 見てもらって、ダゾンも見てもらいたいので、そうだよね。はい、視聴者の皆さんもぜひ飲み物とか食べ物とか準備してもらう、はい、準備してもらって、皆さんみんなで乾杯しようか。はい、はい、しましょう。はい、じゃあ準備する？あ、準備もうできてます？原さん。準備今しますよ。え？準備、原さん手元に何かあります？あるよ、持ってきといた。あ、本当ですか？うん。で、ちょうどあと約10分後にダゾーンが始まるので、うん。はい。じゃあ、一旦ここで乾杯しますか。はい、ビール。どうしよう？はい、はい、あれ。飲みながら、皆さん、あれ？皆さんはあれか？いろんな飲み物を。はい。たっちゃんは、たっちゃんは何飲んでんの？たつ。飲んでるよね。おさん聞いてた。みんなで今日はありがとうございます。みんなでね。いろんな昔話してもらいながら、今、サッカー界とかスポーツ界大変だけど、少しでもこう明るくね、試合を見て、元気になっていきたいと思いますんで、はい、皆さんもよろしくお願いします。乾杯！バイバイ！おいしそうですね。おみんなで飲むとうまいね、やっぱりね。いいですね。そうですね。まあでもあれでしょ、皆さんもそうだけど、うちもそうだけど、今家族といるから、家族で食事とかの時間とか回数は、含んどこだってすごいでしょ、はい、もうずっとすごいですんで、まあご飯の量の減りがめちゃくちゃ早いですけど、お米が。ねえ、3度3度こんな家族と食べたことない、俺。正月とかなんかそういう時だけこうみんな揃うみたいな感じだけど、今は、朝昼晩と一緒に食べてるっていう、そこはまあありがたいっちゃありがたいかな。うん、確かに減る量が半端じゃないけどね、孫まで入れると。まあ、会話は増えましたね。そうだよね、はい。あと気をつけないといけない、食べる量も増えてると思うんで、やっぱ太っちゃうなって思いますね。服とか太んないんじゃないの？服とか。私はやっぱりちょっと太り始めたんで。あ、そうなんだ。はい、ちょっと制限しながら。ナスはまだ選手上がったばっかだからあんま変わんない。変わんないです。たまに動かしてたんで、やめた。あ、そうか。この状況が起こる前は。あ、まだ大丈夫。30代大丈夫。はい、まだ大丈夫です。40代超えるぐらいになると、ちょっと新陳代謝が変わってくるかも。変わってくるですね。マコ太ったね。誰？マコ。あ、俺はね、全然動いてないからね。やめたんじゃん。顔ふっくらしてるじゃん。
はい、よくね、川からもう来るんですよ。でも1キロ増ぐらいですね、今ね。あ、そうなんだ。はい。でももう、しょうがないかなと思って。タツは痩せたよね。痩せた？俺10キロ痩せました。10キロやった。え、なに、それは筋肉がなくなった。もう、高校時代の体重ですね。それの、飲んでてさ、食べてないんじゃないの？食いますね。食べる？嫁さんの飯、はい、うまいから。そうなんだ。じゃあ、太んないんだ。本当に体質？そうですね。高校の時がこんな感じでした。ああ、そうなんだ。はい、ああ、でも太っちゃうよりはいいよね。太んないで。というか。まあ、どうですかね。悪いとこはないんでしょ？どっかが悪いとか、そういうのは。はい。頭ぐらいですかね。まあ、明るくていいと思います、そのぐらいで。あの視聴者が、久保さん何飲んでんのって質問が来てます。あ、何飲んでんの？泡盛じゃない？泡盛。ちょっと見せてもらっていいですか？あ、泡盛ですか？泡盛をそのまんま氷だけ入れてんの？それとも薄めて？氷で。氷だけ？はい。あ、ロックですか？なんか泡盛ってさ、やっぱり沖縄で飲むとうまいよね。っていうか、まあ、できたところで飲むとうまいのかな、泡盛って。ああ、ね、そうですね。ね、うん、で、なんか、買って東京に帰って飲むとあれっていう感じ。沖縄で飲んだけど、あれうまかったんだけどっていうのは、やっぱあんのかね。ああ、飯とかの組み合わせですかね。ああ、それもあるかもね。うん、すごいね、泡盛飲めんだね。さすが、泡盛飲む人は強いんじゃない？それをあのロックで飲んでるっていうのは。あまり周りでもいないですけどね、やっぱり。ね、でも好きな人好きだよね、泡盛ね。あ、皆さんに一個お知らせで、はい、あのこれライブ配信じゃないですか、生放送じゃないですか。はい、で何が起こるか分かんないんですね、この後。で、あ、まあ、放送事故っぽいことがあったら、僕の方でコントロールしてるので、もし危ないってなったら、僕の方で勝手に皆さんを落としますので、ご了承ください。はい、え、なんだよ、それ、あの、変な発言するとか、そういう風になったりしたら、はい、っていうことしたらですね、はい。何か起こりそうになったら、僕がもうすぐ消しますので、じゃあ、それはさ、それを見落としたのは、楽器が悪いっていうことになる、はい、そうですね。あとはね、タッツがしっかりペース、あの、上げるなよ。あマイペース、マイペース。後半30分以降、心配ですね。そうですね、なので、うぜ暴言が増えるかもしれないね。はい、そうなったら、僕の判断で、それでいい。落としますので。はい。なので、皆さんは気にせずに進めてください。はい、はい、お願いします。あと7分ぐらい。あと7分 ?7 分ぐらいですね。はい。この試合、今日見る試合についてなんですけど、この試合、2003年の11月29日ですね、に行われた試合で、J リーグの、2003の J リーグのディビジョン1、セカンドステージですね、第15節の最終節。で、最終節で4クラブに優勝の可能性が残ってたっていう試合なんですよ、これ。横浜 F ・マリノス、鹿島、岩田、市原かな。で、マリノスはこの年、ファーストステージ優勝。知ったから、久保さん。出たことある？あれ、久保さんあまり聞いてない。遠いじゃん。あ、です。で、まあ、試合、皆さんご存知の通り、これの試合は、岩田先生で逆転してマリノスが優勝っていう試合で、結構歴史に語り継がれる試合になってます。で、試合始まったら、皆さんの思い出話とか、試合解説とかを喋っていただきたいと思います。はい。はい、で、ダゾーンそろそろ開きましょうか、皆さん。ああ、開くか。はい。開こう。はい。あと5分ぐらいで始まるんで、一緒に開いていただいて、視聴者の皆さんもダゾーンを今から開いてください。でも、あの試合当時って、福さんとかマコさん、タツさんとか27ぐらいですか ?8 とかですか？それくらいかな。9かな。うん、ぐらいですか。あと30とかじゃないの。え、そんなじゃないよ。そう言ってない。そうか、30ぐらいか。
そうだよ。だって、ワールドカップがさ、2002年で、で、その後だから。いやいや。だって2006年ぐらい、俺が30ちょいぐらいじゃなかった。あ、そうか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 。だから、もっと若い。うん。だから26、7? そうだね。か、そのぐらいじゃない？ナスはだ、ナスはいくつだよ。僕22。若い、まだ若くしてて。22だったんですよ。はい、22だったんですよ。だから多分。そうだね、27とか、これが。はい、金の感じ方と僕も多分必死だったんで、あの年出始めたんで。ああ、ああ。なんか両一もそんな感じだった。ナスってさ、はい。ナスは最初はどこ、最初からマリノスだっけ？そうです、マリノス2年目です。2年目か。2年目か。2年目で、岡田さん就任1年目です。あれなんだっけ、大学から途中から来たんだっけ。そうです。そうだよね。はい。なんかその印象ある。大学の途中で、急遽こう入ったっていうか。はい。そうなんです。ハットなんかもそうだけどね。ハットもそうだったっけ、あのジュビロの。東海大学が、ね、はい、途中から中退して。2年かなんかで来たんだよね。そうだよね。うん、そうだったよね。そうですね。ああ、そうだった。それは覚えてる。僕は大卒じゃないとかね。うん。なんかよく言ってたね。俺は中卒だって言ってた。そらないことね。よく言ってた。途中ね。だから感じた。画像見れんの？まだ見れないんだよ。あ、見れないですね。もうちょっと、19時から配信開始なので、ね、あ、はい、もうちょっとで始まります、これ。意外とギリギリですもんね、この画像もね、いつも。そうですね。あと3分ぐらいですね。で、ユージが解説するんですもんね。そうです。実況、下田さん、解説、中澤ユージさんです。だって、僕、この年のパスコースって、奥大輔さんが、遠藤明宏さんでいいって言われてましたから。もうそれ以外、もうそこでだけでいいって言われてましたから。それは岡田監督の指示？そうです。お前は走って守備をしろって言われて。それがもう指示なんだね。はい、先日で。パスコースは奥大輔と遠藤明宏だって。お前それ以外するなって。ああ。でも聞いたんかね。はい、もうそう言ってもらえたんで。すごい。ボランチやりました。でも時折なんか攻め上がってきたじゃん。あ、もうでも最後ら辺はちょっと慣れてきたんですよ。ええ、慣れてね。はい、ちょっと。守備にもう走り回って。そうです、もう走り回って、とりあえず勢いのままに攻めていくみたいな感じです。周りとか見えてたわけじゃないんですけど。なんかそんな記憶があるよ。夏はどう思ってんの？何が？夏？ナスじゃねえよ、その試合の前さ。こう優勝も勝ってるし、試合の前。優勝は考えんかったね。もう10秒に勝ちたかったね、やっぱね。うん。うん。もうやっぱ、俺の中では10秒がもう、一番もう最強と思ってたっけ、ずっと。広島の時もね、コテンパンやられたし。確かに。確かに。で、最初、うん、最初勝って、で、次もホームで勝っ、ね、勝ったら、うん、第3持ったしね。まあ、確かに。うん、まあ、当時やっぱりマリノスもね、選手と揃ってたもんね。いましたよね。選手が。まあ、強かったよ。両チームともメンバー揃ったよね。ですよね。うん、ああ。そうだな。やっててもやっぱり強いなっていうのは、やっぱあの、2年もそうだし、2003年、4年ぐらいはやっぱり前の強いなっていう印象ありましたね。うん、お、ダゾン来るか？お、そろそろですね。そろそろか。これ時差がそれぞれあると思うんですけど、あまり気にしないでください。確かにそうですね。はい、え？あ、でも、あ、そうかそうか。ライブの時差ってことですか？はい、多分それぞれ皆さんバラバラだと思います。そうなの？はい。バキバキ。あ、来た。来たか？もう原さん食べてるんですね。つまみを。あ、ダゾーン始まりましたね。スタートする？あ、来た。来ました、来ました。タツちゃんとついた？ついてない。タツのとこついてる？俺？うん。わからん。
今、子供がやってる。娘さん？はい、娘がやってます。娘さんの可愛い声が聞こえるよね。うん、連打しすぎない？あ、もう始まってますね、早速試合が。入場してる。はい、入場してますね。え、見えないけど、俺。え、それまだ。もう入場してますよ。なんでだ？あるよ。まだなんか CM みたいなの流れてる。これはね、今、整列してます。整列してます。リサがあるんだ、これ。右のなんか押せ、ライブみたいなの押せばいいんじゃないか。あ、そうですね。うん、ライブを。ライブ押せって言うた。ライブあったやん、上の方に。これか。これだ。始まった。ああ。もう始まったね。原さん見れますか？見えない。今頑張ってる。はい。なんで？大幕。あ、始まった、始まった。見えた。はい。今、久保さんがアップされてます。この奥にある、ちょっと。娘さん何歳？はい。はい、娘さんは何歳ですか？何歳？15歳です。お、15歳。あ、なんか、しっかりしてる感じだね。お父さんに似ず。頼りになるね。こういうのは娘さんとかのが詳しいよね。ああ。あ、出てる、出てる。はい。確かに、大接戦だね、これね。原さんって、この年、監督でしたよね。これ、FC 東京の監督だけど、ここに絡んでないから。まあ、当時はやっぱり FC 東京ってここには行くよりはもうちょっとあのまだこれかなっていうチームだったんじゃないかな。うん、うん、だけどやっぱこの両チームとやるときはた、まあ、楽しかったっていうかそういうイメージはね。うん、今コイントスしてますね。吉田出身じゃん。吉田出身。うん、みんな若いな、やっぱり。そうですね。 あの頃吉田出身はなんかいい試合です吹いてたなってイメージですね。ああ、そうだね。国際レフリーだったしね。いや、懐かしいメンバーだね、確かにね。本当だ。これタイムラグあるんですね、ちょっとね。もうみんな始まってる？今、マリノスとメンバー発表。今、メンバー発表だよね。ちょっとズレはあるのかね、これ。場所によって。ありますね。あるんだ。今、コイントスですもん。え、ライブでも？ライブ。なんかもう試合始まりそうなとこだよ。はい、エンジンが終わったところですね。緊張だったな、確かにな。あの時、白のスパイク流行ったな。あの時からちょっとずつは、あれ、今じゃもうカラフルだけどね、スパイクも。スパイクでなんか時代わかるね。うん。キックオフしました。始まりました。始まったよ。始まりました、原さん。うん、始まった。これで合ってる、みんな。はい、僕も始まりました。始まりました。はい。俺ライブやってんだけど、全然いかないんだけど。あ、始まった、始まった。夕方は田舎なんじゃない？いや、一応僕 今東京でやってます。あ、東京にいるのか、今。はい、こっちで、拠点を。あ、そっかそっか、いろいろスカウトとかするから。あ、そうですね、はい。岩田分かりました。おかしいな。なんか、もう、どうなんかな。ちょっと雨降ってたんだ、この日。これ結構降ってたんじゃないですかね。そう降ってた感じ、はい。寒かったですよね。気持ち的には岩田の方がもう勝てばいいとかっていう感じだったから楽ってなかったんだよね。ああ、気持ちはね。準備的には。あれね、あのファーストステージ優勝したからっていうのはあったんだろうね、どっかで。ねえ、どう立つ？あれ。グラウいたね、グラウ。ああ、グラウね。これ立ち上がりね、いろいろアクシデントがあったんだもんね。うん。あったね。結構、ジュビロ側って、あれですか、リラックスをしてたんですか？結構ピリピリしてたんですか？
いや、そんな変わんなかったよね。いつも通りだよね。いつも通りなんですか。でもまあ、とりあえずファーストをね、マリノスが優勝してるから、これ勝って、ね、チャンピオンシップっていう感じではいたね。あー。うん。原さん、見れてます？見れてるよ。大丈夫ですか？はい。見れてる。皆さんのその思い出を聞きながら見てる。立つさ、うん、これもうファーストステージ優勝してんじゃん、うん、でセカンドステージはなんだチャンピオンシップのこととかって頭にあんの？なかったね。なかった。うん、うん、もう黙々と自分のプレーをしようかなって感じ。あんま先のこと考えなかったよね。今試合だけって感じ？あ、ここじゃん。とにかく自分。早かったよね。早いっすね。うん。こんな早く入ったんだっけ？こう早かったっしょ。はい、そうですね。まあ、早かったね。グラウ選手。うめえな。まあ、うまかったよね、グラウってね。初め来たときはそうでもなかったんですけど、途中から覚醒しましたね。そうなんだよ。よく動くよねっていうイメージがあったね。なんかこう、はい、守備も攻撃もなんかすごいよく動く。これはでもうまかったね。うまかったですね。シュートうまいですか、グラウ。あ、シュートうまい。うん、なんかそんなイメージがあったんですけど。うん、結構頑張るなんで最初来たんだけど、結構中山さんとか、シュート練習でね、もうずっとやってたから。うん、ああ、そうなんです。全然うまくなった？うまくなりましたね。こんな早く入ったんだったっけね。そうですね。はい、結構立ち上がり先制してね、うん、まあこの後出てくるでしょうけど。まあ、気持ちに余裕は出たよね。入ってね。先制点ね。やっぱり先制点取ると少しは後ろは楽だからね、気持ちは。そう。うん。でもなんか見てると立ち上がりからやっぱり横デュビロの方がいいね、やっぱりね。うん、最初はいい立ち上がりは。最初は多分気持ち的にはね、うん、もう、うん、勝ってやろうっていう気持ちで言ってるんで。うんうん、これ、那須、最初さ、はい、と対戦するから、はい、マリノスはちょっと守備的に行こうっつってなってたってこと？なんか言うじゃん、さっきけど。まあ、守備的というか、まあまあ、守備はしっかりやっていこうっていう感じだったんですけど、失点したらやっぱり、後手に回るんで。守備的にという、そんな、なんていうんですかね、もろ守備的にっていう感じではなかったですけど、まあでも、その、僕とかは特に声かけられてたんで、あんまりやっぱ僕がバランス崩すと、良くないので、そういう意味で、何人かには結構そういうのは言ってましたけど、これ、アキとダブルボランチか。そうです。うん。アキさんとダブルボランチで。そうか、那須は中盤やってたんだね、この時。そうなんです、ボランチやってたんですよ。でも、ボランチのイメージだけどね、若い時から。俺も最初そうやった。ね、はい、うん、もう、大抜擢もいいとこっす。いや、要所要所でセットプレー決めてくんだよね、いろいろね。そこはなんかすげえなと思いながら見てたよ。那須も点取ったよね、結構ね。取ましたね、要所要所で。要所要所で、はい。そうだから、ユージとか松とかに必ずでかいやつがつきに行く。そうなんだよな。そうで、那須がおいしいとこ取ってく、あ、そういうイメージあるわ。ユージさん、松さん、タツさん、あとユージさんって言ったんで、5番手なんですよ。5番手の選手がついてくるんですよ、相手の。そうすると、競りやすいから、それなんか覚えてる。そうなんです。だから結構ミスマッチな、このマークの感じの。まあ、情報はもなかったんだよね、はい。通算何点取ったの、那須は。僕29点です。29点か、30点ぐらい。取ってんね。服も取ってるよな、結構。僕、50点ぐらい取ってんすかね。取ってるよね。はい。みんな取ってんな。マークは取ってないんだっけ、あんまり。僕、10点です。あ、10点取ってんだ。一応10点取ってるんですけど、まあ、ユージとかね、そういう選手と比べたら少ないですね。まあね。だけど、10点取ってんだね。みんな点取ってんね、じゃね。まあ、そこそこは取らせてもらいました。
なんか懐かしいな、松とか奥のプレーは。そうですね。ね。大輔もやっぱりうまかったですね。マリノス。うまかったよね。はい。あれこれジュビロからあのマリノス F マリノスに行ったのはこの年？この前の年ぐらい？この前年度です。2002年第3はマリノス来た。ああそうか。そうだよね。ジュビロはだからいい選手。その前の時はすごかったんだね。そうですね。溢れてましたね。中盤は特に。そうだよね。溢れてる感じだよね。ジュビロでは出れないから、はい、他に行けばもうあのレギュラーぐらいの感じだったもんね。大輔もすぐでもフィットしたね、マリノスで。うん。さすがだね。でも、あれですね、なんかジュビロ戦が特に燃えてましたね。ああ、まあそうだろうね。もうあのしかも燃えてましたし、キレがジュビロ戦になると、より一層増すっていう。うん、ちょっと任せてやろうって気持ちがね。すごいなんか、あのいいプレー、常にしてましたもん、ジュビロ戦。ああ、そう。はい。ジュビロ戦に向けては節制したんちゃうそうなんですかね。結構やるときはやるからね、あの、はい。でもやっぱ相手がいいチームだと余計こうなんか自分たちもこう上がっていくよね、テンションも上がっていくしさ、うん、準備もね、それで相乗効果でいい試合になるっていうのは、はい、この年はやっぱりこの両チームは強かったよね。はい。うん。そんな止まっちゃってるよ。Wi-Fi 悪いな。おお。ああこういうドリブルがね、うまい。うまいよ。そうだね。ななみさん、うめえってみんな言ってますね。ななみさん、うめえ。プレー？はい。でもなんかみんな今見ても、あ、特徴が分かりやすい選手ばっかりだね。うん、ジュビロの N ボックスシステムはこの頃ですかと質問が来てます。 N ボックスはだって2001年ですから、ね、うん、前だね、前、この前だよね、前ですね。ああ、やっぱ 大助らしいドリブルだねこれは。確かにね。でもこっちサイド多くなかったですか？ああ、多かった。はい、 ああいう緩急のドリブルっていうか。そう、大ちゃんはだって左に置いて右に切り返したいじゃん。そうですね。そうだね。このサイドめっちゃ多かったです、こういう。一回岩田でもあったもんね、こう左やりたいって言ってね。うん。勝手にして左からね。ポジション？ポジションがこう、トシャ君とかがいたんで、こうどっちも。そうだね、藤田トシャ左の方だったな、確かに。でもいいんですけど、大ちゃんが右に行ったときに、外行くのが嫌だったんですよね。ナスわけえな、やっぱりな。はい、確かに。みんな若いか。うん、ああ。このポーズあんま変わんないね。変わんない。何年経っても変わってないよね。なんか、ずっと神戸行っても浦和でもやってたイメージあるな。こうやってましたもん。そう。ね、手が横なんだよね、こうやってね。これみたいな友人も。すげえなあ、松の頭。松はやっぱり存在感あんだ、やっぱね、こう見てもね。ね。あの、タッタンとかって試合中何考えてるんですか？こういうの。負けて、俺とかのなんか、あの、必死にボール取らないととか、点取らないととか、なんかそういうの考えるんですけど、タッツァンとか何考えてるんですか？どこ穴があるかなって探してるか。そうなんですね。うん。でも穴ないもんね、マコさんと、鈴木さんと、ね。なんかね、タッツマークしてると、そんな探ってる感じは見えないんだよね。だからなんかもう、なんか直感的にこう動くっていう、本能的に動くっていうなんかイメージ。うん、でも一応探してんだ。一応探してました。もう。柳とかはね、そういうイメージだったけど、なんか隙を見てっていうのは見せられたはずなんだけど。まずテープしてんだけど、何？膝痛いの？ん？テープしてない？これ膝に。うん。膝痛かった。腰と膝がもう。もうずっともうずっとかじゃあ。うん。この頃はもうずっと痛かったんだっけ？腰とか痛かったです。はい。ああ。
はいね。マコマークしてんじゃん。うん。うん、そうだね、俺立つマーク。意外とね、俺、何番で1番だっけ、大体。あ、僕はユージとかじゃね。いやいや、俺確か2番手とかじゃなかったかな。だから。でかいやつ服見てて、でも意外と強いやつつけさせられたんだよね、俺もね。うん、マコはまあ、あのさ、マコはさ、俺監督やったから分かるけどさ、はい、結構強いのにつけられたよね、あの相手の ね。で、俺から見てると、なんて言うんだろう、こう、強い人が強い人とやろうと思うと、結構華々しく負けるときとかあるじゃない。はいはい。だけど、マコとかはさ、勝とうと思ってないからさ、あ、確かに、ある面と相手と潰れるみたいな、もう割り切ってて、自分もしないけど相手もさせないとか、はい、あるいはなんかやられても最低限しかやられないみたいに割り切ってっから、多分そういうところ変われたような気がするね。さすがです。あの、すごい強い人はさ、もうすごい勝とうと思って逆に華々しく負けたりするときあるんだけどさ、それがないよね。確かに、なんかそんな感じでマークしてます。そうだよね、はい、そういう印象はすごいある。うん、激しいね、いいね。いや、相当なんかいい両チーム出足してますね、こう見たら。結構いってるね。うん、リュウジか、リュウジと。おお。だってリュウジ、松、あの中澤でボンバーだから、那須とかは結構もう前っていけるんだよ。いや、そう、もう鉄壁というか、もう壁が後ろにあったんで、僕はもう前にバーって取りに行ったりとか、でも万が一僕がいなくても守れるんで、うん、めっちゃめちゃ、もうありがたかったです、頼もしすぎて。でも両方できるんだもんね。一応そうなんですよ。しかもあのセンターバックの方が本来はやりたかったんです。センターバックで入ったんでしょ。そうです。でも岡田監督が、うん、ボランチだって言われて。いいね、ユーティリティ、さすが。はい、そこからなんですけど、まあ、この頃はよく走れてたなって自分でも思うんですけど、うん、年々やっぱりちょっとどんどん変わってきますよね、いろいろ覚えると。ああ、でもなんかいろいろやっててなんか羨ましいなと思って見てたよ。いや、強いよなって。なんかでもそれはありがたいんですけど、器用貧乏というか、なんか一つのポジションで のある程度こうなんか自分の価値を示せなかったっていうちょっと葛藤があります。あ、そうだね、はい、だって結局ユージさんの背中を越そうってずっと思ったら結局骨折じまいで終わりました。ああ、そうかそうか。はい、高すぎたんで、やっぱり。センターバックだと、やっぱり松と中澤がいたから、どうしても。そうです、そうです、そうです。まあ、そこは強いもんな、強かったもんね。もうしかもこの時、バリバリ日本代表で、2人とも。そうだよね。はい。お、うん。なんか、ユージらしいパス見せる。らしいな。この時はゴンは控えだったんだ。怪我してたんじゃないですかね。あ、怪我の時か。怪我だったんだ。ああ。お、なんだこれ。うん。こんなチンプレーあったんだっけ。あ、これでか。これで。そうだ。これも早かったからね、こうやって。そう、これで、ね、ラフプレーで。うん。鮮明に覚えてますもん、これ。ね。あったね。ナスのショック加減が今見えた。なんであの走った瞬間に僕アタックして止められなかったの。めちゃ、あ、なるほど。逆にうちはこれでもうさ、数的優位になってちょっとね、余裕が生まれすぎちゃって、あ、足が止まったから。これだけあるよね、逆にね。そうですね。哲也がもう走り始めた時には俺はこれ行くなと思った。と思ったな。あまりそうないもん、ほら。ほらほら、もう。てつやってこんな感じのとこあんだっけ。ありますね、カーって、当時は、はい、なんか、そうだね、まだ若かったからか。そうです、僕の1個下か、2個下だったんで、19とか、20歳ぐらい。あ、ね、若い時はね、そういうの。この時です。この時僕がちょっとブロックに行けばっていう。うん、いや、やろう。言えなかったじゃん、もうこのスピードだと。いけないな。あのスピードじゃいけないね。あそこないね。ね、ないですよね。ああ。
でも本当はこれからなんか僕もジュビロの選手たちのこうちょっと足が止まったっていうか、うん、なんか迫力、攻撃の迫力みたいのがちょっとなかった印象はあったんですよ、うん、で逆にこのマリノスがやべえと思って頑張り出したんだよね。うん、そうですね。なんか蹴らないといけないっていう割り切りっていうか、みんなが吹っ切れて、まあ多分服はもう鈴木になったから、あ、後ろもう大丈夫だろうと思ってね、止めたりした足。そう結構こうもうなんだろう、攻めなくてもよくてとか、攻めたいのもあるんだけど、もうつなげばいいかなと思って走らせたらいいかな、ね、余裕があるからね、うんうんうん、そういう気持ちになるよね、どうしてもね、はいはい、うん、でもいい意味でやっぱ試合巧者じゃないですか、ジュビロ磐田の工事からタイトル取ってんで、うんうん、だからそのボールで回して時間使いながらこう相手を疲れさせて点を取るみたいなのが多分みんな一致してたと思うんですよ、うん、だからあんまり変にこう突っ込んだり来ないで、そうだね、はい、っていうのはあったと思うんですよね。なんか状況考えたらその無理する感じがなくなったからね、うん、そうですね、なんか穴が開いたときにちょっとカウンターいければみたいな、うん、そうだね、この年って岡田さん就任1年目ですよね。1年目ですね。目標は勝ち、得点55点、勝ち点54っていうのを明言したみたいですね。これ1年目だっけ、岡田さんの1年目、はい、そうです、1年目です、うん、でなんか記事で出てたんですけど、岡田監督の練習がめちゃめちゃ厳しくなったって書いてたんですけど、そうなんですか。いや結構、まあ、厳しいっていうか楽しかったですよ、厳しいながらにも。あ、なんか怪我人が続出したって、うん、結構2部連とかも立つのありましたよね。西洋さんが辞めてからよね。そうですよ、外人がね、ブラジル人が来てから、うん、他にあったり、走りとかもちょこ、まあ、走りっていうか1対1とか対人が多くなりましたよね。あ、うん、でも週の中ではやっぱフォーメーションしたりとか、ちょっと落としたりする日も作ったりして あとなんか選手の心をつかむのうまかったですね。その練習の中での強弱つけて、たまに練習でリラックスゲームを本当たまになんですけど入れたりとか、なんかそういうのがうまかったですよね。お母さんはなんかそういうとこは本当に上手なんだろうね。すごくこう理論でこう言ってる感じと、はい、あの時々なんか本当にあのいい親父じゃないけどギャップっていうかさ、うん、そうですね、あの理論だけでもないし、あのある時は急に情にこううまくこうね、あの情に脆いというか、うん、この辺がやっぱうまいんだろうね。うまいですね本当に。いきなり選手みんなでちょっと自腹で領収書切ってみんなで飯食ってこいみたいなの一回ありましたし、あ、そう、はい、うん、原さんはこれ監督、この当時 FC 東京の監督でしたっけ。そうだね、はい、その時ってこう対内岩田とか対マリノスとかの対策って どうしてたんですか。あのね、多分俺の記憶正しければ意外と岡田さんともあの勝ったり負けたりか、まあ引き分けとかそのぐらいが多かったような気がしてて、でジュビロには勝てなかったな、あの 俺の印象は、あのジュビロには本当に勝てなかったような印象がある。だけど、まあなんだろう、でもやっぱり言ってるように、この両チームがやっぱ強かった、あるいは鹿島とか、やっぱ強かったとことやる方が、まあ、楽しいよね。そういうチームとやる方がまあ楽しかったっていう、でやりがいもあるし、選手たちも当然、モチベーションもね、そういうチームとやるときは高いから、うん、楽しかったイメージはあるけど、さっきも言ったけど、東京ってまだあのそこまで優勝するっていうよりも、まだこうこれから伸びていくようなチームだったんでね、こういう、うん、あのマリノスとかジュビロとやるのは本当に楽しかったっていうのは印象にあるね。だからこの試合の時も当然最終節だからどっかで試合やってて、でファッて終わってどこ優勝したのって言ったら、みたいな、その印象あるね。でこのハイライトを後で見て、あ、こんな展開だったんだみたいなのは印象に残ってる。ファットも若いね。まあみんな若いか。
パット何やってんだっけ今。パットは今育成の方の、うん、ストーブコーチっていう育成部長の下のまあ現場統括みたいな。ああそうか。はい。教科本部長から吉川変わってやってます。育成の方で頑張ってます。いろいろね、いろいろいろんな経験しながら、はい、そうですね。かな。ああ。を見てるんでね、まあこっちの育成も見て、いろんな自分のねあれが、そうだね。いやが広がりますね。うん。勉強ですね常に。そうだな。タツさん。うん。マルキとツートップだったじゃないですか。うん。マルキやりやすかったんですか。やりやすいよ。走るけんね。ああ。てるし、起点になってくれるけんね。はいはいはい。うん。うん。動いた後を狙っとったね。ああ、そうなんですね。マルキが動いた後を動いてたって感じなんですね。うん。うん、だったね。ちょっとだとマルキニオスね。いや、よかった。いいよね。いいよね。マルキニオスってなんか、一番点取ったに近いんだよね、日本の外国人。外国人、そう。スケッで一番どこ行っても勝てる。そうだよね。どこ行っても点取ったもんね。はい。結構、急性生まれに活躍しましたよ、どこ行っても。この。うこれ、一人対岩田の4人ぐらい。やっぱ手が強いっすよね。手っていうか、なんかこう、ぐいってこう、抜け出すの。え、マコさんとか。手長いよね。ん？マコさんとか、ちょっとさんと、こう対峙するじゃないですか。マッチアップしたとき、どうだったんですか、うん、実際。タツは、ちょっと、なんていうの、リーチがあるような選手だから、ボールの出どころとか、ちょっと遠い感じだから、ちょっとね、ボール取り行くのは、距離があって難しいなっていう。でも、飛び込んでかわされると、またそこで、なんていうの、引き離されちゃうっていう感じがするから、うんちょっとあんまタツに対しては飛び込めなかった対応してて あんまり取りに行くってよりこうちょっと大きくのを取りのプレーを生かしてから決めどころを見つけていくって感じだった。あそうっすよね。練習は深いちょっとイメージだったから あと反転とかも伸びてんだよね。だから今みたいな胸トラする選手ってなかなかいないじゃないですか。いないよね。僕最近ではあんま見たことないですけど、あの胸トラをするっていうの。あれやっぱり身体能力がないとできないんじゃない？ああいう。無理ですよね、あれは。やっぱりちょっと日本人離れっていうか、まあ何考えてるのか分かんないのも含めてさ、ちょっと日本人じゃないよね。うん。ちょっとね違った感じはしましたね、この日本人とは。ええ。タツはでもあれ余裕でやろうとしてんやろ。余裕やろ。余裕じゃない。やっぱりむっちゃ力使いよったね。ああヘディングするよりはやっぱキープっていう方を優先させたんでしょ。もうが自分も楽やったっていうか。タツさん片足ジャンプの方が得意なんですか。両足より。片足やね俺。ですよね。片足あんだけ飛ぶ人もなかなかいないと思うんですけど。でだからそれがすごいなと思って、片足で大体やるじゃないですか。片足の方が飛びやすいよ。いや、なんか、いや、飛びやすいんですけど、助走つけたら、うん、両足でディフェンスでヘディングするとき、両足でドッグを加えちゃうんですけど、ポジションってやるからね。ポジションってやるので、片足で飛ばれると先に飛ばれるから、うん、確かに高さがあっても間に合わないんですよ。うん、先に到達点、最高到達点に行っちゃうんで。うんうん、だから多分タツさんジャンプ力すごかったですけど、片足のその到達点に行くのがすごい早かったじゃないですか。誰よりも、うん、ディフェンス上からマークしてると多分そこに触れないんだよね。そうですそうです、うん、体寄せんのがっていうか後で寄せんのが精一杯みたいな形になるので、結果的に。あと、あれだよね、ジャンプした時のバランスがやっぱいいんだよね、立つもさ。うん、あともこうジャンプされたらこう、ね、体当ててもさ、あんま動かないじゃない、立つとか。確かに。若い時にさ、立つと接って、まあ、立つが広島時代かな、あの手広げるじゃん、ジャンプする時に、その肘がもろ鼻当たって、折れた時だ。覚えてる？
覚えてるよ、何ホテル帰ってたじゃん。折れたんだっけ、ね、ドクターにピンセット鼻突っ込まれて、ぐっと骨を戻されたんです。すいません。覚えてる、あの時、マコがさ、なんかもうな涙目になって部屋入ってきてさ。うん、で、もう鼻腫らして。めちゃくちゃ、もう本当ね、ここだけポコってね、骨がね、うん、ちょっと外れてたんだ。あの、ね、倒れてたもんね、これ。うん、それをタツの肘でやられた。それだけ覚えてる。それでなんかうまく手を使ってさ、あとバランスもね、その上、滞空時間もあるし、そのバラ、ね、飛んだ時のバランスうまく保ってたよね。体勢がそんな崩れなかったよ。釜山とかボランチやってて、うん、変に動かないじゃないですか。動かない。僕やり始めたんで、もうもらいに行くためにめっちゃ動いてたんですよ、常に。ああ。だから結構止まったりするじゃないですか。止まるね。うん。でもそっちの方がなんかもらえたりするじゃないですか。ああ、そうだね、そうだね。まああれでも意図的っすよね。普通に意図的、もちろん。まあ動きたくないっていうのもあるけど、基本。まあ、動かない方が相手に近づかないじゃない。そうっすね。そう、それもあって、パスコースを作るっていうのと相手に近づかないっていうのがあるから、よく動け動けって言うけど、止まる勇気じゃないけど、もう必要だといつも思ってる。途中でしかも視野確保できますもんね。ああ、そう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 。じゃあ止めた時に相手との距離感はこれだけっていうのはもう分かってるわけだから、自分で。うん。余裕は出るよね。でも俺もなんかそういうイメージあるよな、服はな。ああ、うん、だから俺もナスみたいな動けたら多分もしかしたら動いたかもしれないよ。でも動きながらだと、動きながらそのうまくこう視野の確保できればいいんですけど、ああ難しい、視野がこう狭まって同サイドしか見えずに、それでパス出せればいいんですけど、逆サイドに向くのが怖くて、この当時。だから近くの大輔か、もうあっちに渡してみたいな。長い遠いパス出してミスよりかね、近くに出したほうがいい。そうです。対抗率上がるからね。そうです。でも最初なんて俺もボランチ最初し始めなんて、はい、もうドゥンガにしかボール渡してないよ。あ、そうなんすね。見えないもん。もともとハーブだもんな。そうそうそう、見えないもん。あ、そうなんす。本当にもうナナミさんかドゥンガかっていう感じです。目に見えたの、周りにいる近くの人に渡すっていう。あ、そうなんですね、やっぱ最初は。最初は見えないよ。うん。やっぱそうしてくんだね、みんなね。うん。でも、見え始めても、限界を感じました、途中で。だって、ボランチってめっちゃ上手い人たちいるじゃないですか。うん。まあ、360度やからね。はい。それか、めっちゃ動ける選手の、どっちかが、やっぱそのポジションで、こう、確立できるんですよ。うん。だから、その中間にいたんで。どっちもどっちこう。まあでもナスなんかだからそうなんだろうね、そういうのをちゃんと理解してやれてるっていうか、だからいろんなクラブでもやれたんだろうな、まあなんかそこはなんか自分なりに理解して、サイドバックだったらサイドバックでも限界感じてたんですよ、やっぱアップダウン。サイドバックもやってる時あったよね。はい、センタリングの精度とかで勝負できたんですけど、アップダウンがやっぱり絶対的にすごいスペシャルな人たちと比べて少なさすぎるので、趣味には特化できるんですけど、だからもうそれを割り切ってやろうみたいな感じでしたけど。うん、まあ、でもなんか無難にこなしたっていう印象あるけどね。そうっすね、無難に。はい、あ、能力があったんだよ。そう、だからやり続けたらもしかしたらいけたかもしれない。そうそうそう。まあ、そうっすね、まあそれもあったかもしれないですね。でもセンターバックの憧れはずっとあったんで。あ、そこが諦めきれなかったっていうのはありますけど、うん、なんで横浜 F ・マリノスのストッパーってこう、まあ、平さんからはじめこう代々すごい人が集まるの？オモさんとかね。うん、確かにそうですね、そう言われてみれば、まあ、栗原雄三もそうですしね。そう、センターバックが強いっていうイメージがずっと続いてんだよね。うん、なんですかね、なんかなんでって言われると、うん、毎年誰かしらいるって感じだね。うん、いますよね。うまく補強とかそういうのがマリノスうまくいってんのかな。うん、
まあ、あとそういうなんかずっと確立した人がずっと長年いるっていうのも大きいんじゃないですか。やっぱそれ見て育ったり、それを越そうと思って来たりするので、うんうん、そういう方々で移籍とかあんましないじゃないですか、うん、その年齢重ねるまで。まあ、確かにユージもそうだもんな。ずっとユージがいて、でユージが育ってきてとか。ユージもずっといましたし。まあ、ユージクラスもなかなか移籍しないからね。そうですよね。っていうか今は、ね、結構移籍がもう活発だけど、昔はね、しなかったからね。今さ、そのほら、だからマコみたいなストッパーってさ、うん、もっと欲しいね。なんかね。あ、そうですね。ね。あ、ね。まあ、なんて言うんだろう、こう大きいだけじゃなくてさ、そのやっぱりこう賢いっていうかさ、あの周りをうまく使えたり、うん、なんかちょっとね、まあ大きい選手ももちろん必要だけど、いろいろ考えたんだろう、マコなんかは常に。そうだったもん。相手の監督だって嫌だった。引退能力はそんな高くなかったんで、どうこうなんか嫌なんだよな。できるかっていうのだけ考えてましたからね。だから逆に服とかね、タッとか身体力が羨ましかったですよ。うん、マコさ、相手をこう対峙するときとかって、相手の考えてるそうなことをもずっと考えてるの？そう、何通りかもう用意してね。行かれてもいいよ。数多いんだろうね。だってカバーリングとかめちゃくちゃ早いじゃん。うん。それっていうのはもうこういう風になるんであろうっていうのをもうわわわっと考えて、そうなった時にも、うん、一応動けるようには、まあ、あとはスピードがないから距離感とかね、うんうん、遅かったらまあ距離縮めるし、うん、速かったらちょっと離れてとかね。あれ、これ今の立つのってオフサイドだったの？オフサイドじゃない？いや、オフサイドじゃないです。外しました。いいもらい方だよな。決めてよ、これ。右足。でもあれ結構我慢してるの大変だけど、惜しかったな、右足の。うん、ぎこちなかった。でもやっぱマルキーニョスといいコンビというか、うん、全然タイプ違うから、やっぱり相手から見たら嫌だね、これね。うん、まあ、マルキーニョスもこの裏抜けるスペースも、あ、裏抜けるスピードもあったしね、で、タツもまあパスも出せるし、キープして、うん、その組み合わせは嫌でしたね。うん、タツさん、圧倒的に左足多いですか、ゴール。うん、左じゃね、か頭じゃね。ああ、うん、右でも決めたりはします？してました？何点かじゃないのかからん、覚えてないけど。でも練習はしよったけどね。ああ、右足の。あれなかったね。うん。右足なんか素直に。あ、そうですね。素直にそうです。なんか綺麗に。確かに。でもこの試合でもあって、なんか右足のねシュート。さっきのシュートみたいな。広島からあの横浜行ってすぐ慣れたの？タツは。慣れましたね。第三がすぐ相手してくれて。うん、はい、もうそう、もうチームにはもう、はい、うん。それ結構重要だよね、その馴染めるかどうかっていうのはさ。ドラクでした。広島ってほら、あの割とこうみんな仲良くてさ、はい、ファンディーみたいな、あの田舎だしね、田舎っていういい感じだから、ね、うん、マリノスとか行って馴染めればいいけど、なかなか馴染めないと都会に行ってうまくいかない時って大変になっちゃうけど、うん、なんか馴染んだ感じあるよね、すぐね、割ともう本当本当すんなり行きました。なんか怖かったけど、でも何あれ、大きな意はでかいと思いますよ。立つずっと大ちゃんでたもんな。あ、うん、もう試合終わったらいつも大ちゃん。すごい仲間がいい友達とかって重要だよね。そうそう、僕も岩田に入った時に関西系というか、うん、西から来たのは僕と大ちゃんぐらいだったんですよ。あ、はい、だから話な、マコとかは静岡勢がすごい多くて、うん、あ、静岡勢がもうずっと静岡の話してるんで話に入れなくて。独特の静岡弁だもんね、静岡ってね。そう、静岡の感じ。ちょっと静岡勢力あったんですよね。那須はもともとどこだっけ、出身は。僕はですね、鹿児島なんですけど、今は。あ、そうなの？はい、鹿児島です。
おお。え、いつまで？小6、中高が鹿児島で、鹿児島実業なんで。あ、実業か。はい。松井と同い年です。ああ、そうか、はい。そうなんです。そうだった、鹿児島か。はい。なんかでも果実らしくない、ないな。なんかこうイメージがないっていうか。なんかよく言われます。果実っぽくないっていう。ぽくないっていうか、なんかイメージがないっていう。うん。イメージないな。もう本当、タツさん全然変わんないですね、この頃と。うん。だけ10キロ痩せたって。ですよ。だからむしろ、この時より痩せてるってことですよね。もう10キロ痩せたるだけ。筋肉落ちてるじゃん、このシュートね。この時だってあんまり体調ないんじゃないの、これ。75、6とか。いや、80ぐらい多分あると思う。あ、この頃は80ぐらいあったんだ。ああ。うん。視聴者質問コーナーありますかって来てますけど、すごい雨だね、結構ね。随時コメントに質問を投げてくれれば拾います。あ、質問とかあるの？ある人はなんかね、皆さんに聞きたいことがあれば、はい、せっかくの機会だから聞いてもらえば。お酒飲んでるの原さんとドラゴンだけ。え、皆さん、俺は一応ビール飲んでるけど、皆さん飲んでないんだ。はい、あの原さんと2つぐらいそんな強くないんで。そうなの？マコ飲んでんじゃないの、その顔は。あ、僕飲んでないですよ。飲んでないんだ。でも普段は飲みますよ。普段の飲んでいいよ、軽く。まあ、あの根は真面目なんで。いや、しゃべれなくなるからでしょ。それもある。あ、逆だった。マコ、飲みすぎて、あの、喋りすぎるからじゃ。そうそう、逆にね、そう。逆だったな。止められちゃうから、俺。から、ね、いいよ、それでいいから。ちょっと、ハーフタイムには、ちょっと、一杯行って。はい。わかりました。え、あの、原さん、この展開で、うん。例えば、その、監督経験の原さん、あの、プロの、監督経験ある中で、こういう展開だったら、うん、岩田側だったらどういう言葉を投げかけます、ハーフタイム。岩田側？はい。岩田側ね、あの、これ、あんまり良くないよね。さっき言ったように、ほら、1点リードして、相手少なくなったから、なんとなくこう、少しこう、なんだろう、こう、少しペースを落としてる感じがあって、で、はい、さっきもそうだけど、意外とチャンス作ってんのは、あの、さっき久保外しちゃったけどさ、はい、ああいうのがあるじゃん。ああいうのが一番怖いんだよね。はい、だから本当で言えば、多分前半これで終わってくれればいいなって思ってる。多分うん、悪くても。ああいうふうに1点取られちゃうと、うん、多分こう、1点取られてもおかしくないなっていうふうに思ってるんだろうな、多分。で、ハーフタイム持ってくれれば、うん、もう一回修正して、あ、しっかり活かしたいなって。だから前半のうちにやられちゃうといけないなっていう思いはあるだろうね。これ、うん、岡田さん、これ2トップは残してるから。で、やっぱり久保とマルキーニョスがやっぱり、結構、うん、あの、取ったとき、そこに来たとき、やっぱりちょっと厄介だから、そこのマークはしっかりさせながら、こういう感じだとちょっと危ねえぞっていう修正はするんだろうな、っていうふうには思うけどね。ああ。マリノス側だったらどうしますか？マリノスだったら悪くないと思う。とんで、ああいうチャンスとかリスタートとか、やっぱり強みがあるから、まあ、このまんまでやっていけば、あの、大丈夫だぞっていう、悪くないんじゃないかな、っていうふうに思う。うん、この幸彦のなんかこう交代させられてなんだっていう顔は、俺が東京の時帰った時もこんな感じだったね。でも幸彦ってそれが持ち味じゃん、そういうこのなんか強気の。だからそういう選手はやっぱりそういうとこはあんだろう、あっていいとも全然。幸彦、うんうん、もあれだよね、あの、今思い出したけど、俺が2002年にあの FC 東京行って、あの、怪我人が、幸彦も怪我したりして、石川尚を取って、で、そのまま石川尚は、あの、FC 東京に来ちゃったんだよね。で、それで幸彦は出てったの、2003年から。で、その時に多分岡田さんがうまくまた、あの
を使ったんだと思うんだけど、あの当時のなおがで FC 東京に来て、ユキヒコがあのマリノスに行ったって、多分両チームにとっても良かったから、うん、そういう移籍っていうのはあの当時はあんまりそんななかったんだけど、まあ、良かったんじゃないかなっていうふうにあの自分監督やってても思ったけどね。中澤さんの凄さが知りたいっていう人いますね。中澤それはナストカーが一番あかんじゃないの。ユージさん、まあその練習の姿勢からなんですけど、凄さを言うんだったら、ああ、普段の取り組む姿勢とか、まあ、そうですね、取り組む姿勢に絶対手抜かないですし、やっぱ自分のこだわりがあるので絶対そこは曲げないので、今日の解説、ダゾンの解説のがあんまりよく聞いてないけど、それのが心配だねいやそれはあれなんですけど、あの、あとは、まあ、まあヘディングめちゃめちゃ強いじゃないですか。もともとヘディングを売りにしてた選手が、あのそれで駆け引きをするヘディングもできるじゃないですか。強さだけじゃ、うまさのこう、なんていうんですか、ね、あと攻撃的と守備のどちらもできるディフェンダーって少ないんですよ。なかなか点も取れてクリアもしっかりあのつなげてとか、あとはもう対人この頃とか特に1対1とかも強かったんで、うん、なんか強いだけじゃないですよね。そのうまさとか駆け引きがやっぱりできるので、年相応になってきて今度はポジショニングももっとこうあの気をつけるようになってとか、うん、まあ、ただでさえレベルが高かったので全ての、いやいや、来られたんじゃないの本当は。でもこれマコさんどうしようもなくないですか、やっぱり先に乗られちゃうと。先に乗られちゃうと確かにね、はい、まあ、その先に飛んだ方が勝ち。でもさ、まあその時によってレフリーのさジャッジもあるじゃん、なんかありますね、あります、あります。ファール取ってくれる人も多分、まあ、いたりいなかったり、まあ、そこはまあ運次第もあるけどね。まあそうですね、もう先飛んだ方がまあ確かにされる可能性はね。ああそうですね。サッさん、競っててめっちゃ強いってディフェンダー誰ですか、今までやってきて。ユージかな、やっぱ。あ、そうなんすね、やっぱ。うん、嫌やったね、やっぱね。あ、松よりユージ、ん、松よりユージ、うん、松はちょっと柔らかい感じかな、なんか、うん、ユージはやっぱ強く、うん、幅があったよね、なんか。幅があるけど。繰り返す力があったかもしれないね。うん、なんか。首が触れないんですね、あいつとセット。なんかもう当てるだけとか。なんかそれよくわかるね。俺も一応ヘディングやってたからな。うん。でもこれ松田と、マッチとユージとかやっぱ強い2人だわね、これね。なかなか今もいないな、うん、こういう日本人はね、ドゥンガからは何を教わりましたかっていう質問も来てますね。ああ、服？ドゥンガは、ドゥンガからはシンプルに、難しくするなっていうか、シンプルなことを丁寧にしろということをまず言われたのと、やっぱりミス、同じミスを繰り返すなっていうことはずっと言ってましたね。ミスに怖いんですか、うるさいんですか。ミスにはかなりうるさいですよ。1回目のね、1回目じゃない、2回目か。だから同じミスしたときはもうかなり怒りますね。へ、1回目はそんな怒らないですけど。確かにシンプルだったよね、ドゥンガのプレーってね。まあ、やっぱそれがもうすげえ派手なことしないんですけど、うん、効果的っていうか。そうだね。まあ、ミスはつながったもんね。つながった。うんうん、でもミスし始めたときに日本人がめちゃくちゃみんなで言ったもんね。確かに。まあ怒られたからね、かなりね、みんなね。結構怒られたね、うん、でもそれがミスっていうみんなが自覚してね、それを改善したからね。
そうそうそう。岩田の選手たちがね。それでまあ質は上がったってのもあるね。うん。ちょっと見てて思ったんだけど、マコ。ん？これなんかボールを収められること多くなったじゃん。うん。マルキーニョスが下がってきて。うん。なんでついてこなかったの？そう、だからこれ多分、うん、あの心理的にさ 1-0 で勝ってるし数的優位だし、うんうん、そこまでなんていうの今思えば多分行った方がいいと思うんだけど、うんうんうん、当時は、うん、あのちょっと後ろの方が怖いなっていう、うんうんうん、結果で最終的には守れるだろうっていう感覚、そうカバーそういうところちょっとずつ甘くなってる感じだもん ね、まあ、ですね。だから俺らの後ろを使われるようになってきてるんですよ、うんうん、ちょっと怖かった感じが、うんでも忘れもしないですけど、これ帰っていくときに、ダイさんが、うん、僕に、ナス、いけるぞって言ってて、俺、あの、全然そんな感触なかったんですよ、0-1 で負けてて。うん、でも、あの、ナス、絶対逆転できるぞっていうのを、ポロッと、この帰り間際に言ってくれたんですよ、ダイさんが。うん、あ、そうなんだ。はい。でも、あの、ほら、この、明らかに大量になってから、マリノスの方がいいもんな。そうですね。今見返しても、うん。確かに足が止まってる感はありますね。うん、あるよね。はい、うん。ちょっとこの、よくありがちですよね。10人の方が頑張って、あるある。逆に数的優位をね、その局面で作って、うん、で逆にね、人数が多い方が後手に回るっていうね。うん、まさにそんな感じになっちゃってるね。はい、もうハーフタイムで、あれ前田良一本当に来るのかな、あともうそろそろ来る予定ですけど、子守が終わってればですけどね。まだ走ってね。ですかね。気づいてないですよ、子供が。まあ、期待しないで待ってよ。ちなみに、皆さん、ご飯食べてますか、何か。食べてないよ。だって食べる音とか、これ豆食べたら豆の食べる音入っちゃう。いや、いいですよ。食べてください。ちょっと飲み物追加するわ、俺。あ、はい、わかりました。それぞれ皆さん、あのハーフタイムなので。いいの、休んで。でもハーフタイムこそ、ちょっとみんなトイレ行ったりっていうので大丈夫？はい、一旦トイレとか行きましょうか。一瞬トイレ行ってきます。はい。はい。原さんも飲み物、それ何杯目ですか？ 1 杯目ですか、まだ。まだ、一応、500、まだ行ってないよ。皆さんの話を聞いていて、ちょっとワイン取ってくる。はい。はい。あとはタツに任す。あの、泡盛のタツに。久保さん、今何杯目ですか？俺、わからん、数えんね。この前、すごかったですね、前も。飲んだよな。飲んだとき。ビールなくなりましたからね、お店のビールが。そうなん？ガキ飲みすぎ？いやいや、久保さんですよ、あれは。みんなおらんの？みんなおらんの？おう、ゆうきおった。皆さん、一旦休憩ですね。あれも休憩な、テレビも。いや、テレこれはもう配信してます。うん、そうな。はい。氷。久保さん、一人でつないでって言ってますけど、一人になっちゃいました。やばい。やばいですね、うん。前半振り返ってどうですか？前半振り返って、うん、まあ、さっきもナス言ったけどね、はい、俺も第3に辛抱しろっつって、辛抱したらもう絶対チャンス来るけ、切れずにやれっつって言われましたね。うん、でもプレッシャープレッシャーに感じないんですか、うん、やっぱり一人少なくて勝たなきゃいけないわけですよね。ねえ、第3、いや、もう俺はイライラしてたんよね。キーパー退場するし、あんな退場するし。あ、イライラしてたんですか？イライラしとったね。そういう時に誰かから冷静になれとか言われるんですか？第3から言ってくれたよね、だけん。あ、我慢しろっつって、辛抱して、絶対チャンス来るけっつって。あれ、すいません。これ、ハーフタイム15分ないですね。うん。もう始まりますよ。始まりますね。始まっちゃ
始まっちゃいますけど、いいや、始まっちゃいます。仕方ないな。あと5分ぐらいすると多分。お、始まった。はい、始まりました、後半。久保さん、やりやすかったパサーはっていう質問。うん？やりやすかったパサーは誰ですか？第三、もうやっぱこの時は全部どっからでも出たけんね。遠藤もいいパス出してる。ナス以外はもう全部どっからでもパスが来たけん。もう一回お願いします。もう一回お願いします。ただね、ナスのパスはね、相手も読めないってなるよ。ある意味読めないかもしれないですね。はい。でもこの頃顔出しに行ってもあえて出さないようにしてくれてましたもん。あきさんとか大さんは本当に無理に顔出しに行くあの節もあったので。確かに触りたいね。はい、だから出さないようにここ出したら絶対見せるからと思ってそんくらい気を使ってくれてました、周りの方に。逆にあのナスが動いてくれればその空いたところにみんながこううまく絡むだよね。途中からはもうそういうのも意識しましたけども。そうだよね、やたらめったら、まあやたらめったらじゃないですけど、まあ動いて、まあだからナスはやっぱりそういうところがナスなんだよな。はい、そういうのを理解がそろそろ、でもそういう人も必要じゃない、チームの中でさ。はい、みんながイネスタになれるわけじゃないから、うん、そうですね。でもやっぱりイネスタのタッチは柔らかいよね。すぎますね。あれ一緒に練習しただけで幸せでしょ、あれ。もう幸せでした。本当に幸せでした。ね、はい。ナスなんか、ジャンク。ナス、あのタッチと一緒に練習したかったなと思うよね。大丈夫。はい。ありがとう。いいや、それちょうだい。はい。はい。原さん、それ何ですか？これね、お芋の煮っころがしと、照り焼き、なんだろうこれ、ブリ照り。見せてもらっていいですか？もうだってみんな美味しそうなの食べて、今下行ったらさ、みんな美味しそうなの食べてさ、ちょっと俺もつまみたくなっちゃってさ。見せてもらっていいですか、カメラに。え？カメラ見して、はい。カメラこれなんだろう、お芋の煮ころがし。本当だ。と、多分これブリのなんだ、照り焼きみたいな感じじゃない？だけど俺ワイン、赤ワイン持ってきちゃったんだよね。全く合わないか、まあいいや。前田両チが入ってきた。前田さんが。もう試合始まってんじゃないの？はい、始まってますよ。ちょっと、試合の解説は、ナス頼むよ。はい、解説はい。まあでもあれだよね。前田さん明らかにやっぱりあれだな。聞こえます。あ、聞こえますか、前田さん。聞こえます。あ、前田来た？前田さん来ましたけど、ビデオがオンになっていないようなので。いや。大丈夫、良一。あの、なんだろう。子育ては。はい、みんな寝たんで。寝た。早いね。早いね、はい。寝かしました。あ、そう。前田さんまだ顔が映らないですよ。そうっすね、ちょっと待ってください。ビデオの開始の依頼をもうみんな来ました、来ました。ここまで来ました。あとは領域がよろしくね。お願いします。前田さん、登場です。お願いします。まだ現役でやってるの、領域だけなんじゃないの？そうっすね。那須が去年引退しちゃったんで。そうだよね。はい。ちょっと寂しい。今はさすがに練習はやってないよね。今練習やってないですね。今2週間ぐらい休んでます。チーム練習。自分では動いたりしてんの？動けるときっていうか。そうですね。でも、なるべく人に会わないようにしなきゃいけないんで、なんかちょっと夜走るぐらいですかね、今できるのは。ああ、夜、今どこにいるの？東京？今岐阜にいます。あ、岐阜か。はい。東京に帰ってきちゃいけないんだもんね、今。そうですね。なかなか移動は、はい、自粛してます。遠い移動は。質問なんだけど、相変わらず練習終わった後は、あの、はい、肌着かなんかソックスで、クーリングダウンしてる？あ、してますね。毎回してます。
さっきその話題で盛り上がったんで前半。はい、ちょっと聞いてました、僕も。一応ずっと、はい、見させてもらってたんで。陽一、なんかそれについてくる若手とかいないの？あ、たまにでも一緒に、まあ、でも基本一人が多いっすね。あ、むくれ、むく、むくっとした顔でやってんだ、じゃあ。むくとはしてないっすよ。近寄りがたい感じじゃないの？いや、そういう雰囲気は出してないつもりなんすけど。無意識に出てんじゃない？だけどさ、あれだよね、はい、代表の時とかも、あの、陽一が走るとみんななんか何人かこう、だんだん集まってきてさ、一緒に走るようになるよね。そうっすね、はい。多分、クラブでもそうなって、なるんだろうね。そうですね。ただちょっと年齢がやっぱ離れすぎてて、来づらいかなっていうのはちょっと感じてますけど。どうだろう、年齢だけなの、本当に。そうですね。そっちかもしれないですね。そろそろ点が入る予定なんですけどね。え、入った。おお。あ、これね。ああ、この喜び方はずっとこれだね。うん、これはこれに。やっぱりスタート強かったよね、この頃のあの横浜。良かったですね。ねえ、はい、多分クリアミスなんですよ、うん、マコでしょこれ、アシストクリアミスなんですよ。へ、クリアミスか、はい、どうなった、どれクリアミス、もう一回やるか、多分リプレイやります。ドゥトラね、ドゥトラいたね、はい、この1回ニアでやられて、この後に触るんだけどクリアしきれずってバランス崩して、あ、左足でちょっと擦ってしょうがないね。でもマルキーノスこの辺やっぱり抜かれないですね。抜かれないよね、点取る人ってこうだ、うん、マルキーノスやっぱこういうとこ抜かれないね、確かにね、うん、うん、あれどうした前田さん、何か飲み物持ってますか、マル君ね。あ、飲み物どうか、飲んでます。あ、飲んでますか、はい。原さん、じゃあもう一回乾杯しましょうか、前田さんも、はい、あ、両一ようこそ、あと後半両一にお願いします。はい、俺赤ワインに変えました、なんだけどすいません、そうなんだけど赤ワインにしちゃったわ、まあいいや、はい、皆さんよろしくお願いします。短い時間ですけどよろしくお願いします。お願いします。カツ、なんか飲みながら見れていいね、いいですね、はい、何おつまみ、俺、うん、俺ビ、もうあれよ、飲んでるだけよ。さすが。だから太んないのかな。そうだ、そうですよね。食べないもんな。おつまみを食べた方がいいんじゃないの。いや、嫁さんからいつもくちゃくちゃ言うなって言われるんですよね。うちと一緒だな。え、この時ジュビロがあれですか、もう点取らないとなんですか。なったんすか、やっぱ。多分これ引き分けでも相手のどっかの下のチームの結果次第じゃなかったっけ、うん、そうですね、鹿島とレッツですね、で鹿島が勝たなかったっすね、うん、だからなんか点を取りに行って負けるっていうことを恐れてたよね、だから逆に。そうそうそう、だからそんな負けないことを今度、なるほど、ね、まあ、あ、そういうことですね。そう、ナスでも俺はもう点取る気満々だったよ。満々だったでしょ。もうタイムリミットが迫ってると思ってたから、交代の。あ、そういうことね。ゴンに、もう中山さんもいるし、西野もいるし、もう点取る気満々だった。結果残さねえととね。うん。え、良一はこの時何歳？僕はナスと一緒で オリンピックの前の年なんで22ですね。2か。はい、いや頼むよ、両一、どんどん喋ってよ。原さん、はい、頑張ります。はい。はい、あと、岐阜もよろしくね。はい、頑張ります。頑張ってます。うん。みんな今は、じゃあ、個人的に練習してる感じ？そうですね。一応メニューを渡されてて、それを家とかで、うん、はい、体感メニューとか。やって、あと外走ったりですね、さっきも言ったように。なかなか難しいけどな。そうですね、うん、今はちょっと我慢してもらって。そうですね、はい、うん、やれるように、はい、普通に練習できるように、うん、うん、
なるといいなと思っちゃう。大会したらすぐ岐阜に行かないとね。あ、ぜひ。おいちのプレーを見にね。はい、ぜひ。ね。ぜひ来てください。うん。良一さんはどんな後輩でしたかと質問が来てますね。ジュビロの先輩たちから見て。はい、まあ、こんにちはもう来た時からね、うまいっていう感じで、ドリブラーでね、入ってきて。でも、なんか、いじられキャラだったね。そうですね、うん。いじってもらってましたね。いじられてたよね。はい。特に、まこさん、ヒデさん、まふくさんも。はい。だってさ、喋んないんだよ、自分から。いや、僕から言わすと、でも、あのすごいメンバーの前で喋れないっていう。なかなか。だからこの時も、試合の時もさ、お前、点取りたいって言って、めちゃこう上下運動してたじゃない？はいはい。まあ、でも、なんかすげえ要求、口でするわけじゃないじゃん、あんまり。ああ、そうですね。それって、いつぐらいから口でやらなきゃいけないなって思い始めるの？あ、要求しないとってことですか？うん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 。ああ、いつぐらいですかね。でも結構点を取り始めて、やっぱ結構周りが認めてくれるようになってからは、そうやって要求をし始めましたけど、この時やっぱ自分の一応立場もわきまえてて、自分の立ち位置もわかってるつもりだったので、なんか出せよって言えなかったっすね、僕は、やっぱり。今いいの？え？ 2、3年ぐらいから変わってきたね、ルイチはね。いつですか？ね、結構周りとかにも、ああ、うん、そうですね、うん、でもみんなとにかく見てはくれてるんで、なんか見てないで出してくれないなら、うん、もっと見てくださいとか言ってたと思うんですけど、言ってたね、うん、もう視線はバチバチ感じるんですよね本当に、うん、みんなだからいい動きをすれば必ずパスも出てきてたんで、だからなんか怒れる、自分がそうやって強く言う感じじゃなかったっすね。でも下打ちしてたじゃん、ちょっと。絶対聞こえないじゃないですか、マコさんには。まずしてても。下打ちもしてないっすよ、本当に。はい。はい。まあ、なんか出せよって、ちょっと怖い雰囲気が出る。あ、でも、それはいつも思ってました。みたいなのがあったんだね、多分ね。ああ。マヤさん、ちょっと怒ってるよっていう。僕、ジュビロ行ってからは、もう出せよの、もう、本格化してましたもん。あ、もう、あの、両親とプライベートも仲良かったんで、プライベートのギャップがありすぎて、あ、確かにね。一緒のチームになって、ボランチやってたんで、うん、出せよ言われたときに、え、前田さんみたいな。前田さんね、途中はあってたの。すげえ、そう。AB 型が思いっきり出てたかもしれない。二面性が。うんうん、ああ、ナスも怒られてたんだ。そうです。いやいやいや、全然しっかりガツンときますから、ナスからも、まあ。僕も言い返しますけど、でも、両一がその後はやっぱ見た上での、うん、この判断を変えるんだったらいいけど、見てないのにっていうのはずっと言われてて、見てくれ、まず。それで出せないとしょうがないみたいな。まあ、もう本当その通りだと思ってたんで。うん、ああ、ナスは見てなかったんだな。そうです。いやでも結構見てくれてましたけど、僕と一緒にやってた時は。あ、そうね、まあ、はい、途中からもうかなり見るようになったけど、でも最初の頃にそれ言ってくれたから、俺良一が、タツはどうなの、タツは見てくれてるとか関係なく来たらやるよっていうタイプ。いや、どうですかね。あ、でも声は出しましたね一応。でもフォワードってさ、やっぱり見ててくれるかどうかってすごい重要だよね。そうね、あの、出なく、まあ、さっき両一が珍しくじゃねえや、いいこと言ってたけど、見ててくれてると思うと信じてまた次もいけんだけど、うん、全然見てないと、えっていうふうになって、もう動けなくなっちゃうっていうかさ、ただ見ててくれたってたら、次ももう一回行くかなっていうか、次も行くかなっていうふうになるよね。2つはなんねえか。タツさん、あれなんすか、あの、言うんすか、見てって。それとも、あ、この人は見てる、この人は見てないって判断して、じゃあ見てる人の時は動こうみたいに。そりゃね。ああ。夏の時はもう全然動かなかったもん。この人が出てくると思うから動くんだ。あの、この人どうせ出てこねえから、ここは動かないで。見極めるよね、やっぱり。
聞いたことあるんですよ。僕、第3の時はすごい動くみたいな話を聞いたことがあります。ね、確かに、そもそもタツさんは見てないです。俺見えてないです。でも、あれじゃないですか、福さん。あの、いいフォワードって、その声出してこう要求するタイプの人もいますけど、動きの質でもう勝手に見えません？動き出しで。なんか出したくなりません？いいフォワードの人って。ああ、まあもう、両一とかもそうだけど、やっぱね、予備動作をしてるから、ディフェンスをこう動かそうとしてるのね。うん。そうすると、ディフェンスが動いてるし、フォワードが要求するから、見やすいっていうのはある。そうですよね。うん。だから、タツさんも、ダイさんとかも多分、あの、タツさんがここ出してっていうより、タツさんが動き出したのに、もうダイさんがもう勝手に出すみたいな感じだったんですよ。だから、途中からジュビロ行って、両一も、勝手に動き出して、そこに出すみたいな。何回も動きが出しをするんで。だからもう勝手にもう見えちゃうみたいな。そう、見えちゃうのと、あとはタイミングを合わせるっていうことをよく、な、両一話したよな。もうちょっと早くしてとか。はいはい。よく言われましたね。してとかね。はい。そのタイミング合わせてるって感じかな。もう特に僕は足遅いんで、もう本当タイミングだけ言われてからもあって、ずっと意識してましたね。はい、服なんかさ、はいはい、あれだよね、逆にいつも待ってるよね。その動き出しを待ってるとかっていう。いつもそんな感じだよな。待ってるのに、ああ、動かないんじゃ出せないな、みたいな。で、違うところ出す。ね、むしろ待っててっていう感じはすごいわかるっていうかね。はい、東京行った時、原さん監督じゃないですか。うん、その時に。それがちょっと違ったの。そうです、タイミングがこうずれてで取られてて、よくなんか言われましたよ、サポーターの人。そんな感じだったと思う。多分その当時の東京の感じと、で、服が待ってるんだけど、待ってる時はこっちは動かなくて、逆にあのまだそこ出せねえっていうところちょっと動いてたりとか、多分そんな感じだったよね、最初。そうですね、だから出てから動く選手はたくさんいたんですけど、そうそうそう、出る前から動いてる選手っていうのは少なかったように思います。そうなんですね。だからその辺のやっぱりこう、やっぱチームに合うか合わないかとか、その時のっていうのはやっぱり結構重要は重要だもんね。これ両一と達さんに聞きたいんですけど、キープする時って先に体当てますか？なんか慣れてない人だと足元にめっちゃくるボールがあってすぐ突っつかれるんですよ。俺とかが多分背負ったらそんなことされるんですよ。でもキープする前って先に体当てます？どうですか前田さん。俺は最初に当ててる時はキープできるかな。自分から当てに行くっていうのかな、そっちの時のできるかもしれない。変に当たられちゃうとぐらついちゃうかな俺は。久保さんは、どうだろう。でもやっぱ来てくれた方が楽にキープできるよね、ディフェンスから。ああ、そうなんですか。うまいディフェンスっていうのはやっぱもうなんかもう嫌な間合いっていうか、触れるか触れんかぐらいのところにずっとおるけ、なんかね、怖さもあって、はいはい、あるよね。あ、じゃあ逆にガツガツ来てくれた方が楽にキープできます。あ、そうなんすね。やっぱ強いですね。ガツガツそういう人になんかたまにあの前に上がって、福さんとかもたまにあるじゃないですか、背負って受けるときって。で、ガツガツって強い選手たち、僕、なんか体当てようもんならもうなんか食われるぐらいの勢いで。あのね、どちらかというとね、タツもそうだと思うんだけど、来てくれた方が相手の力を利用しやすいんだよね。だから、どちらかというと、それ使いながら相手のバランス崩させればいいから。来てくれた方が楽なの。ね、どこにおるか分かるしね、大体。当たってくれた方がね。そう。だからそういうのがね、こう、うまい人と、上手くない人の差はすごいでかい。まあそうですよね。やってるのわかんじゃないの？みんなね、はい、ラスト感。だから多分来てくれた方が楽な時あるよね、フォワードはね。こう来てくれる方がどこにいるかが分かりやすいみたいな。なんかいないと思ったらスッて来られちゃった方が嫌だったりとか。でもタイプだね、いろんなタイプ。でも夏が言ったようにフォワードってでも一回成功して1点取っちゃえば決めだね、みたいになっちゃうから。何回失敗しても1点取っちゃえばいいっていう思いはどっかにはあるかもしれない。うん、
立つとかそうでしょ、やっぱ1点 取っちゃえばいいやっていう気持ちがどっかにあるんだよね。うん、やっぱ試合ね、するからには1点取りが勝ったっすね、いつも。良一は良一は未だにやっぱり点は取りたいよね。点は取りたいっすね。でもやっぱこの時代の授業に出てたのもあるかもしれないですけど、なんか点以外のこともすごい求められる、むしろそっちも何ですか、多い大部分な気がして、そこで育ってるんで、やっぱ点以外の部分もすごく意識しちゃいますね。うん、去年何点取ったの？去年は5点です。5点か。だからなかなかボールもさっきの話じゃないけど、欲しいタイミングで出てこないからさ、難しかったりするんだろうな。そうですね。でもさっきの話じゃないですけど、自分がやっぱいい動きができたときは自然にボールは出てきますかね、うん、ってすごい感じました、うん、なので、はい、結局は自分次第だなっていうのを感じましたね。さすが現役だね、うん、本当に。ルーキー未だに走れんの？いやー、でもやっぱ量を走れるのが僕の武器だったんですけど、うん、量も最近平均より下ですね、確実に。なのでどこで勝負しようかと。年齢感じる？年齢すごい感じちゃいますね、うん、特にきつい練習とかになると、うん、すごくこれでバテたらなんか自分じゃないなってところでバテちゃうから、そこはやっぱ感じちゃいます。ちょっとしょうがないね。もうナス、この辺りからもう疲れてんじゃないの、この試合。いや、めっちゃ疲れてますよ。あ、まあ、うん、めっちゃっていうか、まあ疲れてますけど、うん、でも一応。寄せ早いよ、寄せは。早いよね。ほら、寄せがね、局面局面でやっぱりね、切り替えっていうか、寄せが早いから、一人一人が。うん。頑張ってる。なんか意外とこういうのって、本当に11対11でやってた方が、もっと普通にやれてるよねって思いあるよね。はい。なんかこう、頭で分かってても、ほら、玉際のところは、マリノスの選手たちの方が強いもんね、見てると。あとマルキーニョスがやっぱり要所要所でうまいんですよ。うまいね。ああいうとこうまいね。うん。ヒデトは元気でやってんの？ヒデさんは、一応強化部長で。はい。やってんの？ああ、やってんだっけ。はい。責任者的なことでやってます。まあ、今年はジュビロも昇格がかかってる年なんで。そうだね。まあ、中断しちゃってね、あれですけど。まあでも去年いろいろあったけど、またそうやってね、はい、クラブとしてもまたこうベースアップしてくるっていうかさ、そういう年なんだろうな。やってます今。うん。立て直しを。マサさん帰ってきたんだっけね。誰ですか？鈴木マサさん。はい、そうです。強化本部長が鈴木マサカズさんで、その下に、鈴木秀さん。でまあ、一応トップをもう見てるのがヒデさんで、まあ、全体を育成も含めて全体を、まあ、鈴木正和さんが見てるっていう感じでやってますね。でも2人でいろいろ育成もトップも見ながら、はい、いろいろやってます。うまっ、立つ早いんだよこれね。うまいよな。うん、ほら、この切り返しとかもさ、深いから。うん、深いね、確かにね。でも考えてやってないんでしょ、これ。やってない、やってない。だって考えてやってないんでしょ、これ。シュート打ちたいよね、やっぱね。こう、抜いてね。で、それで引っかかるけ。あれだけど。まあ、でもやっぱ向かっていく姿勢があるよね。やっぱりね。それがやっぱ相手から見たら怖いっていうのもあるね。夏は誰マークしてんの？これ僕攻めなんですけど、多分あ、攻めか。はい、5枚目で入ってるぐらいです。だからチャンスなんだよな。はい。夏の時誰だったマーク？誰だったっけ？川村さん。川村さん。確かに。
ハムか。ハットさんもマークついてましたよ。ハットがね、いつも5番目とか6番目順番的に。ハットだって気もした、しなくもなかったんですけど。原さんに質問が来てました。はい。衝撃的な選手誰ですかと、現役時代。何？衝撃的な選手、現役時代。衝撃的？はい。俺らの時はマラドーナだよな。というか、日本代表でやったんだよ。なんだっけ、何度か、ボカだかさ、エスティディアンテスだか、ナポリだかとか、いろんな時にね。いや当時やっぱ一番すごかったじゃん。だから。まあ、ベッケンバーガーとかもやったけどな。うん。ライトじゃなとやったんですね。やった、やった、やって、フォワードなんだけど、ちょっと取りに行ってみたよ。全然取れなかった。うまっ。なんかマリナスの方がやっぱりいいもんね。動き早いっすもん。ねえ。よっちゃ知ってるよ。もう西野が見えてますね、多分。見えてるね、これ。確実に。はい、もうこれほど悔しかったことはないっすね、でも、この時。そうだね。本当、もう俺の中で4台もったいない事件だよ、これね。いやなんか負けてるときはもうしょうがないじゃないですか、うん、でもやっぱ引き分けとかで、しかもこのときはまだ引き分けでも一緒みたいな状況だったのも分かってたから、自分で、うん、相手もそっちじゃないからね、もっと置いといてくれってすごい思ってましたね、うん、あ、そう、はい、でも大抵2回ぐらいボールを失うともうベンチが動き出すの分かるんですよ、この時間帯。うん、なので今ミスでもやっぱ俺2回ぐらいボールミスして取られて、ああこのタイミングだったんだって、なんか、はい、それ覚えてる、そういうのすごい覚えてる、その感覚もう覚えてます。もうでも帰るの早いじゃん。そうっすよね、原さん。これあれ、あ、ゴンじゃなくてこれ西野だったんだ、この時最初は。そうですね、はい、でもゴンは怪我してたんだっけ。はいはい、中山さんもこのシーズン結構怪我多くて、だから僕は結構出してもらって。西野もいたね。西野もやっぱりなんかこう途中から途中で点取ってるっていう感じであるもんね、はいはい、そうなんですよ。なので、うーん、しょうがなさももちろんあるんですけど、やっぱ悔しかったですね。でもこの悔しさがなんか今年結局天皇杯優勝できたんでつながったという思いはありますけど。両一さ、そういう感じじゃん、はい、中山さんとか高原とかもこういう、ね、入団するとき、はい、悩まなかったの？ああ、それは入る前の話ですか？そう俺でも入る前、中盤じゃないですか、入った時も。いやもう全然そのイメージないけど。僕中盤なの？はい、だからフォワードの人は見てなかったですね、正直。へー、しかも中盤つってもめちゃくちゃ多いじゃないですか、正直。多いね。でもその時分かんなかったんですよね、やっぱどういう人がうまいとかが自分の中で、うん、でだからもう入団してすぐ多分出れんだろうなみたいな感じで行って、練習して1日2日経って、ああ偉いところに来たなって、その時初めて聞きました。もう両一シダースでよう抜いてたもんね、昔ね。そうだね、もうドリブルばっかりだったね。ほんとドリブル、うん、ユース世代の時。今の人にそれを言うと、信じられないみたいなこと言われるけど。ねえ。うん。あの、ごめんね、あの、ふざけてるわけじゃなくてさ、クリスチャーノ・ロナウドがドリブルからさ、なんか得点にこう、変化してったじゃん。ああ、うんうんうん。な感じ。超よく言えば。超よく言ったね。あ、でも、でもなんかあれね、特化してったじゃん。
うん、そうだね。プレイもどんどんシンプルになっていった。そうだ。そうそうそう。うん、どんどん使うようになって。でもドリブルは、ジュビロに入ってからね、本当できなくなったっていうのかな。うん、それよりももっと、周りに上手い人がいっぱいいるから、簡単に使って走れたから、うん、うん。走んないと自分は生き残れないって思ったな。うん。うん。ジュビロはさ、意外ともうシンプルに判断要求さ、叩いていけっていう感じだったから、ルーチは結構ドリブルしちゃうからさ、でもあれが動いてるのに立てよっていう感じで、ね、よく怒られたんだよね。よく怒られてましたね。ね。はい。何回みんなに怒鳴られたことか。でもなんか、イエス代表で逆にそうやって時間作れる人いなかったんですよ。ん？その当時のアンダー19で、そうやって時間作れる人、ドリブルで時間作れる人いなかったんで、多分、両一が希少だったんですよ。ああ、はい。だから多分それで、両一はずっと行ったと思うんですけど。そうだね、ユースで気持ちよくプレーして、うん、で帰ったら鼻をへし折られるみたいな、うん、でもそれが必要だったからねユース代表でやっぱり、うん、でもあの時はやっぱり両一も自信持って帰ってきたりするわけ、なんか海外の選手とやってきてって、うん、でもそれ以上に日本代表の選手が多かったからやっぱ他国代表の、うん、確かにだから、ね、だからなんなんみたいな感じだったもんないや、ほんとそうっすね。ユースで準優勝して帰ってきましたみたいな。全然っすもんです、ほんとに。おめでとうぐらいだからな。はい。でも一応練習はちょっとトップの人の方組に入れてくれるんすよ。気を使って。でもそこでもう、はい。すごいはっきりと力の差を見せつけられます。へぇ、すごいな。両一の時のそのオリンピックっていうか、その同じ世代はさ、結構いい選手はいたよね。大久保とかだっけ？大久保一人ずつした。ちょっとね、アテネオリンピックなんですけど、うん、大久保よしと、まあ、那須もそうですし、フォワードだと、田中達也、平山壮太は言ってないな。平山壮太もそうか。高松大輝。塚田直とか。直、そうですね。IMA だと、誰だっけ佐藤久と、まあ、オリンピックは行ってた。佐藤か。高松大輝大輝もそうだね。ソータ入ってないよね。ソータが入ってた。ソータ入ってた。ソータ下で入ってたっていう感じ。佐藤は入ってなかったと思うんですよ。でもオリンピックで僕、ボランチとかやってましたから。そうなの？はい、トップ下ボランチ。あトップ下ったのあったよね。トップ下やったね。フォワードはオリンピックではほぼ全くと言っていいほどやってないですね。監督は正國さんか。正國さんっす。だから知ってっからじゃない、お前のこうできることを。うん、でも1回だけオリンピックでフォワードやったことがあるんですけど、その時にもう違いが、やっぱジュビロとのサッカーが全然違うわけじゃないですか。このサッカーだとそれは僕できないわって思いましたね。トータが設定とか、はい、で、達也とか、ヨシとか、あと動いてるやつ、ね。で動いて、はい。だからもうアバウトなボールが多いんですよ。うんうん、で、ジュビロで、アバウトな身体能力で、こう、勝てみたいなボールは僕には一個も出てこないんで、みんな分かってるから。うん、でも、全部そういうボールだったから、無理だなって思いましたね。うん、うんおお、うん、おお、運動量落ちないもんね、マルキニオス。うん、だってルトラのクロスにマルキニオスのもう攻撃でねえ、これはやっぱりサイドでやっぱこう時間作られるからね、俺はもう結構中が空いちゃうんだよね、うん、距離少ないのに向こうが逆に内側引き出されちゃう。ルトラもいい選手だったよね。めちゃめちゃいい選手ですね。ねえ、なんか運動量あって、こういう左サイドバック
なんだよなっていう思いはすごいあったよね。そうですね。大橋ね。タツさん、アーリークロスの方にと深くえぐったセンタリングってどっちが得意だったですか？どっちでもいいね。特になかったっすか？ん？特にあんまなかったっすか？もう良かったもんね、どっちにしても。ユキコとデュトラがね。あ、まあまあ、ボールとして良かったっすか？良かったもんね、ボールが。確かに。くれば良かったんでしょ、どっちでも。そうですね、見てくれてた。見てくれて、あ、ね、むしろ上がってこないで何回も切り替えしたり、なんか戻しちゃったりとか、上がってくるっていうんで、ニアでもフォアでも、ボールが来る、来さえすれば合わせるよって思うんだけど、来ないと、多分もうなんかこう、ジレンマじゃないけどね、ノッキングを起こしちゃって、そうですね、もうそれでもう、じゃあ行かないと思ったら、あれ来ちゃったみたいになっちゃうんだよな、フォワードってな。多分クロス来た方が、まあ、あの中はやっぱりあの何度もトライしやすいのはあるよね。合わせる方は。ルトラはでも合わせやすいんだろうなと思う、見てても。ボールが重かったから、うん、もう当てるだけでよかったですね、こう振らなくて。ああ、重かったんだ。分かる。その重かったとか軽かったってあるよな。そうですね。あるいのはちょっと。そうそう。で、飛んでいかないですよ。弱いとさ、当ててもなんかこう、ぐわーっていかなきゃいけないけど、その重いのはさ、ちょんと当てりゃいくっていう、そういう感じでしょ。なんか嬉しいね。そういう話できるのはね。原さんの主体って、もうボールがすごい重いじゃないですか。うん。もうなんだろう、クラーッとかってならないですか、そのあの時代っていうか、昔。なったね、重かったね、本当に。そう、当時は重かった。だから、重かったから、昔のヘディング強かった人って、今のボールだったらもっと上手いかもしれないなと思うぐらいのとこあるね。そうですよね。まあでも、カズシとかさ、水沼とかは、でもそういう面では、ああ、欲しいなと思うとこ、やっぱりこう出てくるタイプの、クロスが入ってきたよね。フリーキックとかコーナーキックももちろんだけど、流れの中でもあの金田さんとかさ、我々の頃ってやっぱりその人のやっぱり特徴があるじゃない、このクロスの質でも、あるいは上げてくるタイミングでも、そういうのは結構重要だよね。そういう人のこの癖を見抜くって、ズートラータが合わせやすいんだろうなって思う、俺も。あとユキヒコなんかでも綺麗なクロス入れてくるもんね。うん、ね、素直な、そうですね、素直な感じです。素直だね。ああ性格はよくわかんないけど、クロスはすごいよねっていう。性格はやっぱり負けず嫌いだからな。だから、やっぱ人によって違うもんね、ボールの質がね。この時って、他会場の試合の情報入ってるんですか？浦和高島の試合って。でだっけ？わかんなかったと思いますよ。選手には伝えてないかもね。もう目の前の試合でこう、ただなんとなく、ベンチの雰囲気で、あ、こうなんだな、とかっていうのは分かることはあるかもだけど、多分監督って、まず目の前の試合で、本当に必要な時は伝えるかな、ぐらいの感じだったかな、当時。今だったら全部入ってきて、お客さんがもう反応で分かっちゃうんだろうけど。でも僕はベンチに座ってて、あ、このまま優勝らしいみたいな話は入ってましたね。あ、そうか。あったんだよね。メンチに入ってんだろうね。当然ね。情報でね。このまま引き分けだったら優勝でしたもんね。多分得失点差があったんでしたっけ？あって、セカンドステージ優勝っていう感じだった。そうだったね。ですよね。負けなければ、下のチームが大差で勝つない限りね。西野って今何やってるんだろう？西野はトップのコーチです。去年途中から入って、で、また今年は継続で。途中から入ってって、その前はジュビロにいたの？その前。そうです。育成の方で。あ、育成でいたんだ。のコーチだったんですよ。それで今年もまた継続で。はい。監督が変わって、コーチも一人入れ替わっちゃった。はい。
大輔のシュート。これすごいね。ねえ。なんか、大輔のこの切れ味のあるシュート、なんかミドルシュートって印象あるよね。もともとミドルもうまかったですもんね。うまかったよね。うまかったです。なんか決められた記憶ある。今のもキーパーそんなかったら、タツにやられてたな。先に問われて。結構危ないシーンあるけど、グラウの決定的シーンあったんすね、あんな。そうそう、ポストね。あね。わからないね、やっぱり。でもやっぱり、こう見てても、すごい緊張感あるね、やっぱ、この、なんか、なんだろう、この最後でどっちが優勝するみたいになってるかな。すごい、こう、集中力っていうかね、緊張感もあるね、これ。かなり。失敗できないっていうプレッシャーが大きいのもあるんで、そうだね、ノーリスクも結構多いと思うんですよ。あ、そうだな。岩田なんかもっと余裕持てばいいのに、やたらと前に点取りに行ってるというか、うん、いや逆にか、うん、気はします、ね、でも今見るとね、本当今前行っちゃうじゃん。もうその勝とうっていう気持ちがあったからね、うん、まあそうなんだろうな、うん、あったんだろうね、当然ね。はい、多分、勝って終わりたいっていう、ああ、そうだね。状態だったと思うんですよ、みんなは。なんか、そもそも1点入れて、勝って終わりたいっていうね。でも、この試合、西君がいないんですよね。普段なら西君がぐいぐい行くんですよ。ああ、そう、ドリブルで行ってた。西は なんでいないんだっけ。この前の試合で確か退場してるのかな、か累積かなんかでいないんですよ。ああ、そうなんだ。なんか、その西君のその、グイグイ行く感じとみんながバランスする感じがすごい良かったなって僕的には思ってて、ああ、西君行ってた時あったね、ゴリゴリね。僕も若いんで西君と1個しか違わないんで西君についていくみたいなイメージでやってて、そうですね。言われます。なるレベルでね。国西のさ、ああいうとこの競り方強いよな、あれ。松と接点でしょ、今。そうです、松が上がってきてたんで。そうだよね、でも普通に弾き飛ばしてるからやっぱり体の体幹がやっぱ強いの。でもまあ僕は腰から行くんですけど、よくこうお尻からって。そうだよね、そうだよね、まあ、それは何、体操やってたから。はい、だからもともと体幹は体幹強いよな。だから細い風に見えるんだけど、ああいうとこは強いなって印象は。松は弾き飛ばすなんてなかなかないよね。だから松は体勢崩してるところに行きますよ。もう立つもそうですけど、やっぱり身体能力高い人ってバランス崩さないんですよ、なかなか。ああ、だからもう崩れた時に行くしか勝てないですね。ああ。でもあと松さんこの時右サイドバック、フォーバックになって右サイドやってるんですよ。うん、あそこまで上がることあんまないので。ないよな。はい、サイドバックでああやって上がって受けるっていうのないので、トラップしたとき顔見たら疲れてましたもん。松も攻撃好きだからね、もういっちゃうでしょ。そうですだから、そうだね、ディフェンスラインからこう、スルスルって上がることあると思うんですけど、ああやってこうランニング、そんなに運動量っていうかこう、あるタイプじゃないもんな。はい、変わってないじゃん。そろそろですね、これ。え、そろそろか。はい。ロスタイムっすもんね。起きてる、立つ。そろそろ来るよ、主役。そろそろ準備。スーパーゴールが。ここまで、この優勝決定で、ラスト何秒まで緊張感が、最後の最後までってなかなかないっすよね、今までの J リーグでも。そうだね。倒れてる。山西か。聞こえづらい。食べてない。あ、まだゴンも元気だったな。確かに。うん。引退はしてないですもん。してないもんね。はい。
最近声が聞こえないね。今まだ誰も喋ってないんで大丈夫ですよ。ん？あ、声は大丈夫です。聞こえてない。このままドローだったらね、本当に予想だったのに。これアディショナルタイムってマコ見えてた？いや、何分だったっけ？全然覚えてないね。これですよね。ああ。これ、これか。これです、これです。なんだこれだ。ゴールキックかなんかな？うん。いいか。これだ。これ発売しちゃったんだな。ああ、これだ。発もすごい、ね、あの、マコの滑り方もすごいよね。あの、入れられた。あの、入れられたとしょ。がっくり。マツかなんか上がってたんだよね。それ、セッテそのこぼれ球なんだよね。そうそうそう、そう。で、あの、ワンバウンドさせたら、タツには誰もが勝てないから、確かにね。そう、バウンドさせるなっていう話を叫んだ、俺叫んだんだけど、うん、山西が、そうなんだ。そう、山西がやっぱりバウンドさせてから、ここしかない。ボールを待つと、ね、ここで。ああ。で、もうタツがジャンプしたら絶対叶わないから、落とすなって言っていう話。もう立つ、だからもうバウンドした瞬間にもろたと思ったやろ。落とせ落とせって思ったから。思ってたんだ。ああ。ああ。確かに あそこでもうバウンドさせたら立つのね。うん。絶対勝てないもん。うん。うんさんこの時何を考えてたんですか、どう思ったんですか。一回チャンス来るかなってぐらいかな。うん、まあセットプレーが来るかなって感じ。あのバウンドした瞬間は落ちたって思ったね。落としたって思ったね。ダメですか。これ試合終了時点ではまだ分からなかったんですよね、優勝が。ああ、他の会場もあったからね。会場がまだ終わってなかったってことですよね。うん、はい。なんか後から見たら、電光掲示板見て、なんか喜んだ感じしましたもんね。はい、でもあの、途中から入ってきた上野さんに、終わった瞬間に、うん、鹿島とレッツ、あの、2-0 で、鹿島が、ハーフタイム勝ってたよみたいなことを言ってて、うん、終わった瞬間にうわ、うん、チャンピオンシップだって思ってたんですけど、うん、逆転されたんだっけ。同点っすね、ロスタイム。はい、まさかこの時間帯で決められてちょっとね落胆してるねみんなね。さすがにショックだったよな、あの時ね。うん、でも、行かなきゃって言ってさ、中山さん入って、うん、俺も上がりに行って、マコとかも上がってきたんじゃなかったっけ。いや、多分俺は上がってないじゃん。お前はもう。まあ、上がりっぱなしだったよね、俺は。上がりっぱなしだね、最後、もう点取る感じで。これで終わりか。これでまだ、状況次第だもんね、まあ。すぐは分かんない。確かにマリノスの選手が電光掲示板見てるシーンすごい残ってます、ね、印象に。うん。本当もったいないよな。
意外と時間あったから。そうだね。うん、まだ分かってない。失礼しちゃったよね。選手がね。したトリーニョ・セレーゾ監督の喜んでない顔から始まるんですよ、うん、確か。思い出すわ。この光景何度も見たの。思い出す？うん。お母ちゃんなんか走って喜んでるところ。ああ。お。お、タツ、喜んでる。タツが喜んでるから、やっぱりすごい喜んでるな、これ、多分。うん。大さんが泣いとったもんね。大輔？うん、はい。やっぱ完全優勝だからやっぱりいいっすよね。そうだよね。こう、ほらもね、この目の前でさ、人形式もう一回いけるって言ったらね、上行くやつだから。まあ劇的だから覚えてんだね、みんなね。なかなか映ってこないんだけどさ、はい、どのぐらいの喜びようだったの、お前のつの。いや、もうめちゃめちゃ嬉しかったですけど、僕は初年度だった、初年度というか出始め初年度だったんで、嬉しかったです。ビロインタビュー。抱きつく人が周りいなくて、誰も。だから結局なんか、あ、周り見てみんな喜んでると思って、わー、それなんかこう。なんか、なんですか、一緒になって喜んでたみたいな感じでしたけど、だ自分で撮ったとかじゃなくて、先輩方に撮らせてもらったみたいな、優勝だったんで、なんか、全然意味合いが違いますよね。もうみんながいて、いなかったら絶対無理だったんで、試合も出れなかったですし。だから、99. 何パーセントの皆様の力で、僕がもう、ちょっとした、もう、ちょっとした役割をやらせてもらったっていう感じだったんで、でも、そんくらい思ってたので、すごいメンバーにやっぱり囲まれてたんで。さあ、これ泣いてるの？泣いてるこれ？俺ですか？うん、泣いてはない。俺泣かないですね。お、確かに哲也がどんな気持ちで見てたんだろうな。確かにね。ああ、だっていや終わってから一緒だった。もうめっちゃよかったよかったってめっちゃもうめちゃめちゃめっちゃ何度も言ってましたよ。勝ってよかった、ありがとうみたいな話。もしかしたら一番勝ってほしかったのはあいつかもしれないな。そうですよね。やっぱり絶対責任若かったですし、責任勝っちゃいますよね、どうしても。
しょうか。まあ、これはちょっときついかなとは思いますけど、まだまだチームにはまだ違う。これはもう冷静にコメントしますね。ああ、奥さんが。おお。娘さん？おお、ゆさん。さっき、良一が、ジュビロこれ負けて、その、天皇杯優勝したって言いましたけど、うん、僕ら、マリノス、このあと、確か市船とやってんですよ。おお、あったね。PK まで行ったんだっけ。PK 戦まで行ったんですよ。カレンの時だ、カレンロバート。そうです、そうです。松島とか。はい。そうだ。で、ギリギリ勝ったんですけど。あったね。次の草津、ザスパ草津かどっかで負けちゃいました。ああ。そう。やっぱ気持ちの部分。みんな勝つのは大変だもんね。はい。ここから那須の優勝請負人っていうの優勝多いよね、那須ね。多い。優勝だって。うん。ベリー以外は、うん。壊してる。すごいね、それ。すごいことだよね、本当に。なんか、恵まれてます、チームメイトに。最後も、ヴィッセルで優勝して。そうですね。あんまり出場機会なかったんですけど、まあ、天皇杯優勝という形で引退できて。うん、はい。戦で劇的に決まるってなかなかね、ないもんね。うん、奇跡的になんか完全優勝 だから余計に。余計にね。3位、4位か。あれ、あの時4位か。3位か。マリノス、4位ぐらいだっけ、うん、初めやった時は、ね、それで。それでここまで優勝っていうのは。いや、終わってしまいましたが。いや、俺らにとってはあまりね、良くない思い出。そうだよな、ね、この辺りからジュビロがだんだんちょっとこう大変な時期に入ったっていう
象徴するような試合になっちゃったもんね。まあ、もったいない試合でもあったし、でもね、マルドスは強くなったしね、また。そうだね。でもそれまでジュビロは結構取ってたもんね、その前はずっともう取ってたもんね。ね、はい、ジュビロか鹿島かみたいな感じだったもんね。でも流れは変わってきますね。原さんもね、F 東やってる時もね、優勝して強くなってったじゃないですか。うん。だからまあ、分からないですね。まあね。うん、まあでもなんか覚えてるね。この試合はみんな覚えてるな。確かにね。うん。まあ、結構注目されてましたもんね。うん。まあでも、本当皆さん優勝してるんで、経験があるので、優勝って何度してもいいっすよね。もう。うん、もう最高すぎますよね、もうあの終わった瞬間の気持ちとか。そうね、あと、この手前で伸ばした瞬間もね、すげえ嫌なんだよね、伸ばした瞬間。そうっすね、うん。何度かあるけど、うん。どっちも心に刻まれますよね。もうね、なんか、あのなんていうんだろう、こう勝ったら嬉しいし、負けたら悔しいけど、でも今はさ、こうやって家にいて、Jリーグもなかなか。できないしスポーツもできないと、ああやってお客さんいっぱい入ってさ、その前でやれるって幸せなんだなって改めて思うよね。うん、あ、伸びてますもんね。またなんかそういう時代というか、まあね、今はちょっと我慢しかないんだけど、あんだけみんな入って、まあ、抱き合って喜んだり悲しんだりっていうかさ、ちょっと我慢だね今はねっていう感じ。うん、あ、まあでも今日はあれだね、なかなかこれだけ皆さんと話せないし、皆さんのその結構な思いをこう伝えられたのは良かったじゃないのって思うけど、どうなんだろう、あの内輪では良かったの、あの飲んでる感じでね。でもその当時の気持ちとか、なんかプレーの中でもちょっとやっぱその本人目線じゃないと分からないことってたくさんあるんで、そうだよね、視聴者の方はあーっていう、え、こんな思いだったんだとか、こういうプレーの裏側とか聞けるのはすごく嬉しいと思うんですけどね、そこら辺はもうこれは那須の YouTube でこう宣伝してもらうしかねえな。頑張ります。まあでもこういう楽しみ方が今はあのこういう形だけど、でもやっぱりこう我々がここまで来てる間にこういろんな人たちがこう J リーグで戦ってきて、こういう歴史があってっていうのを見てもらえるっていうのは良かったっていうか、いいことなのかもね。今過去を振り返って、こんな人たち、こんな選手たちのプレーをね、もう一回見るっていう機会は今チャンスなんだなっていうふうに、うん、そうですね、まあ、今特にこう僕ら世代だとまた大人になってきて、選手同士で今ママ子とか良一と話したら、ああこう思ってたんだってっていうのもあるし、視聴者の方もこの時代を見てきた人たちも懐かしむのもあれば、うん、今の子供たちってこういうサッカーをしてたって知らないし、こういう特徴のある選手がいたっていうのも知らないし、うん、そうだね、こういう時代の流れっていうのを知ってもらえれば、 J リーグにも興味持ってもらえると思いますしね。そうだね、そういうのはどんどん増えてくるんじゃないですかね。うん、本当だね。なんか今日は両一は来ないと思ったけど、来て結構喋ってくれたからよかったかなと思って。まだ現役なんだからさ、そういうみんなの思いを、まだ両一は、練習は大変だけど、ね、また再開したら、どんどん点取ってもらって。そうですね。応援に行きますよ。はい。早くそういう日が来るのを願って、今は我慢しながらトレーニングしたいと思います。多分今日の領域を見て、後輩の選手たちは、あ、もっといじっていいんだと思ったかもしれない。まあ、なんか練習終わった時、急になんか若い人たちが一緒にこう走る人が増えるんじゃない？そうですね。それはまた僕にとっても嬉しいんで。はい。そうだな。はい。芝居さん、ゴール期待しますね。そうだよ。なんて。なんて、マコ。マコさん、よく聞こえた。ゴール期待してますんで。あ、はい、頑張ります。マコさん、酔ってきましたね。ないよ。俺、飲んでないもん。飲んでないすぐ始まっちゃったから。飲んでないです、お茶ですよ。顔がすごい赤く見えます、マコさん。明かりかな。りょういち。はい。でも、マコはこんな感じの喋りやろ。
昔からよくこれ、マコさん、えってよく言ってましたね。うん、聞き取りづらいから。ちょっとヘディングこんな感じなの、はい、ちょっとヘディングしすぎちゃった。コーチング伝わんなかったんだ。なんかさ、相手チームから見たらもっとそんな感じでは見えなかったけどね。本当毎回みんな指示したらえって言うんですよ、だから。それはもうみんな流して、大体ニュアンスで伝わりましたね。それが良かったのか。はい。じゃあ、ナス、これをちょっと宣伝しといてね。はい。今回が成功したかどうかはナスにかかってるからね。ナスの YouTube と発信にかかってるんで。はい。まあ、でも今、あれじゃないですか。先ほど言われたように、J リーグを好きになってもらういい期間だと思うんですよ。歴史を知るっていうのは。うん、そうだよね。はい。それで、やっぱ、いろんな生のこの声っていうのを聞けるのは、多分視聴者からしたら、すごくこの距離を縮める上でも、好きになってもらう上でも、すごく大切な、しかもこうやってフランクに話せるじゃないですか。皆さんとこうやって。うん、そこが一番大事なポイントであって。はい。さすがだね。さすが、YouTuber。頑張ります。どんどん盛り上げてって、J リーグとかね。はい、盛り上げてってね。はい。で、タツは、おいしい塩よろしくね。今度持ってきます。おお、ほんとだよ。やっぱりその自然の塩がやっぱり一番いいんだろうね。持ってきます。はい。でもみんなでいただきます。はい、タツのところの塩はちゃんとしたデータもしっかりとしたいい塩なんで。そうなんだ。はい。いい塩なんだ。評判いいっすよ。もうそう。うん。タツあんまり喋らないですけど。またタツ出てよ。飲んでればいいから。この番組。お願いします。楽しかったですか。あのクロスは重いとか言ってくれれば、もうそれが結構いい。あの重いっていうね、でもあの言葉とか、あのニュアンスをやっぱりやった人じゃないとうまく伝えられないけど、うん、なんか、よかったね。あのクロスは重いとかさ、あれって本当わかるよね。なんかこう、選手から言うとね。でも原さんもちょうど、いる？フォワードいた方がその感覚っていうのはつかみやすいんじゃないですか。ああ、そうだね。うん、そうだね。娘さんいなくなっちゃったじゃん、このセットしてくれた。このそうな、なんか調子悪いんですよね。そうなの。声が聞こえづらいです。え、これ、楽器はまだやってて、もう終わりじゃないの。あ、原さん、消えちゃった。あ、消えちゃった。どうしたっけ。原さん、ビデオつけてください。まだ終わりじゃないまだやってんだっけ。はい、もう少し。あ、そっか。でも面白かったね、みんなと話せて。久保さんが決めた、まあ、ゴールで勝った、優勝したんですけど、久保さん、この試合いかがでした？振り返って。最高やったね。もう少し喋ってください。ナースが喋るんじゃない？これが、僕がちょっと通訳すると、これが、はいはい、最高級の今の言葉の、もうギュッと詰まってる。でも、プロだね。あれに全てが詰まってます。うん。ありがとうございます、ナスさん。はい。だって、今日のこの打ち合わせしたときに一番早く入ってきたのは、タッツだったんだよ。タッツが入ってこないんじゃないかってみんなで心配してたら、もう一番最初に入ってきたのは、タッツだったよね。はい。まあ、その時から飲んでたけど。もう原さん。はい。それはね、タッツじゃなくて、多分奥さんと子供さんが素晴らしいってことです。素晴らしいね。娘さんがね、準備してて、お父さんって呼んで、これこうだよってやってくれてた。はい。じゃあ、そろそろ時間。これがうまくいったら、あれ？視聴者の方も最高ですってみんな言ってます。本当？そういう喜んでくれた人がいたらちょっと嬉しいけどね。でもまあ、これだけみんなでこういう結構な話できないもんね、普段ね。服と会ったって、まあ、なんだろう、去年まで理事会でやってたってさ、ちょっとの話しかできないから、マッコなんて話したことないしな。そうですね、挨拶ぐらいですもんね、なかなか。そう。時間がないから。で、両親走ってんの見てるぐらいしか代表の時なかったしな。まあ、いろいろ、個別にやったけどね。でもまあ、こうやってみんなと話せるのも、これはこれで、こういうのもいいねっていう、今はね、今はこうやってやりながら、またみんなで集まれる時を待ってさ、頑張っていきたいかな。
はい。また何かあったらよろしくね、皆さん。こちらこそよろしくお願いします。出てもらってよろしくお願いします。楽しかったです。はい。ありがとうございました。じゃあ、はい、まだまだ惜しみ、言えないとこなんですけど、そろそろこの配信を終了したいと思います。はい。あの、皆さんはそのまま行ってください。僕の方で配信終了をしますので。はい。じゃあ、原さん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。視聴者の皆さん、ありがとうございました。良い週末を。ありがとうございました。おやすみなさい。はい、ありがとうございました、皆さん。